はじめまして、皆さん。皆さんは、妖怪って知っていますか？水木しげるの世界味、先生、米だったり、いろいろな媒体で妖怪が出てくるので、知らない人はいないと思います。では、妖怪は実在すると思いますか？はっきり言います。妖怪は実在します。今では皆さんの前や身近で感じることは、ほとんどなくなってしまったと思いますが、確かに妖怪は実在するのです。証明ができない？はい、やはり皆さんの納得がいくような、証明はできませんが、今回は私の体験を含め、今、世界の裏で行われている妖怪との戦いを、書かせていただきたいと思います。まずは私の自己紹介をさせていただきます。見バレしてしまう危険もありますので、多少ぼやかして書くことをご了承ください。私は現在公務員として働いています。端から聞いても一般的な部署です。しかし私がしている仕事は、簡単に言うと妖怪退治なんです。私の家は代々、妖怪退治を生業としてきた一族でした。まあ私も聞いた話なので、どこまで本当かわかりませんが、ある程度は由緒正しき、妖怪退治一家だったそうで、とまあそういう関係で、幼い頃から妖怪退治のいろはを、教えてもらいながら育っていきました。ちなみに今では見えませんし、記憶にもありませんが、母が言うには、小さい頃の私には妖怪が見えていたそうです。妖怪退治といえど、やたらめったら戦って、成敗していくわけではありません。交渉などでお願いして、場所を移動してもらったりすることが、ほとんどなのです。皆さんからすると、どうやって交渉するの？なんて思うのかもしれませんが、これは意外と簡単、というと語弊があるかもしれませんが、簡単です。呼び出す方法、おもてなしする方法、帰らせる方法、などいろいろなルールがあって、そのルール通りに、物事を進めていくだけなんです。実際の方法は言えないので、例えばですが、依頼人からヒアリングをして、ある程度妖怪の種類の見当をつけ、その妖怪の好きなものを用意し、妖怪を呼び出してお願いする、みたいな流れで進めていきます。ほとんどの妖怪には悪意はなく、あっても驚かせて喜んでいるだけです。結果的に人間の害になってしまっていた、ということが多いので、無下にこ、してしまうことはしないのです。私は過去に一回だけ成敗したことがありますが、なんとも後味が悪く、またとても危険なものでした。私の目に妖怪は見えませんが、テレビのリモコンの電波のように、見えなくても確実に存在するものなので、方法は簡単といえども、毎回命がけなんです。ちなみに儀式には、皆さんが想像するようなしめ縄や、ろうそくなども使います。形式的なものでなく、実際に必要なので使うのです。ここで印象深かった妖怪のエピソードを一つ、お話ししたいと思います。当事者は私ですが、親から聞いた話です。幼稚園の頃、私はいわゆるいじめられっ子でした。いじめられていた私は、全く友達がいなかったため、いつも家の近所の坂道で遊んでいました。なぜならその坂道に、唯一の友達がいたからです。今では全く思い出せませんが、その友達と日が暮れるまで、二人で毎日一緒に遊んでいたそうです。田舎でしたし、家のすぐ目の前だったので、両親にも、特に何も言われることもなかったのですが、ある日両親が、最近車が多く通るようになってきたから、もうあの坂道へ行ったらダメよ。と言ってきました。はい。その場だけは返事をしたようですが、翌日また坂道へ行った私。そこで両親が儀式をしている場面に、出くわしたそうです。本能でわかったのか、私は泣きながらすごい形相で、儀式を止めようとしたそうです。そう、私の唯一の友達は妖怪だったのです。後から聞くと、あそこの坂で急に呼び止められて振り向くと、何もないのに転んでしまう、という現象が続いており、あの友達がそれの原因だったようなのです。とまあ、こんな感じの微笑ましい妖怪もいるという反面、おどろおどろしい妖怪もいます。人によって呪いとして使われたり、人を死に至らしめるなんてこともあります。また、近年私たちの間で、非常に問題になっていることがあります。それは日本中の神様の現象です。は？と皆さん思われるかもしれませんが、これは非常に重大な問題で、妖怪たちにも密接に関係があります。私たちの定義的にですが、妖怪と神というのは非常に近い関係で、どちらがどちらにもなりうる関係性という認識です。簡単に言うと盾祭り上げれば強力な力を持ち、神のような存在になれるというものなのですが、どうでしょう？近年日本は、決して信仰心が強い国とは、言えなくなってきていますよね。廃人者は増え、信仰を伝える人間も減り、みんな迷信だと思い込み、ほとんどの人がそういう類のものを、信じていませんよね。これにより日本では、名のある神たちの力が年々なくなってきています。するとどうなるか？妖怪が増え、日本という国に必ず、災いというものを運んできます。
私たちの業界では、非常に大きな問題となっています。ちなみに世界的にも、妖怪退治や妖怪を使った呪いなどは、積極的に行われています。特に中国とインドでは、ものすごい研究が進んでいて、信じられないかもしれませんが、コンピューターを駆使して儀式が行われていました。出現や現象パターンなどを全て計算して、日々実験が行われているそうです。正直私も、そんなんありかよ。って、声が出てしまいそうなくらい驚きました。もちろん表に出てくることはありませんが、日々国を守るために戦っているのです。日本も今後増え続ける可能性がある妖怪と、大戦争が始まらないとも言えません。全くすっとんきょうな話で、信じられない人がほとんどかもしれませんが、皆さんが簡単にできることを、一つだけお伝えして、この話は終わりにしようと思います。お墓参りに行きましょう。自分のルーツになった祖先、日本を作ってくれた人たち、日本のために戦った人たちに、お礼を言いに行くだけでいいんです。当たり前のことですよね。ただ感謝をしに行くだけです。みんながこうするだけで、日本は強くなるんです。妖怪って幼い頃は見えるのかな？幽霊とは違うのかな？神ってなんだろう？私には弟がいたのですが、弟は見えたりだとかそういうことはなかったので、子供が全員見えるというわけではないみたいですね。霊との違いですが、霊と妖怪は似て非なるものだと思います。というか、私には全く霊感もありませんし、払うこともできませんし、霊が本当にいたら怖いなくらいの、皆さんと同じような感覚しか、霊には持っていません。ただ妖怪は違います。見えていなくても必ずそこに存在しています。神様の話を書くと、とても長くなってしまいますので、また機会があれば書いていこうかと思います。妖怪退治に聞くのは、日本古来の神様だけじゃないの？インド中国云々ってことは、仏様でも良いってこと？妖怪退治に聞くのは日本古来の神様、というのはその通りです。正確に言うと、仏様も、です。海外にも日本で言う、妖怪という概念で存在しているものがあり、日本の神のような妖怪に抗える存在もいます。それは中国でもインドでも同じです。形、信仰が違えど、世界中にあるのでしょう。私が仕事上で関わって知っているのは、中国とインドだけなので、他の国は知りませんが。私も子供の頃、幽霊とは違う、よくわからない生き物を見ていました。大きな目玉だけのものや、星型の光沢に光った妖精みたいなものが、電柱の影から覗いていたり、父親も見える人で、スー、というキャラクターのような、緑色の毛むくじゃらの丸い生き物を見ていました。なので、なんとなくこの話は信じています。そうやって陰ながら仕事として、妖怪と関わっている人がいることに、びっくりしました。どのくらいの年齢から見えなくなりましたか？私はほとんど姿の記憶がないので、非常に興味深いです。もしそういう事情があるなら公にしてほしいが、どこの国でもそれを公にしていないのには、何か理由があるんだろうか。信じる信じないではなく単純に疑問。フィクション作品でよくある設定だと、パニックを避けるためとか？はい、なぜ公にできないのか、理由はいくつかあります。まず私たちの仕事にはいくつもルールがあります。新選組でいう局中法度のようなものですね。詳しくは書けませんが、公にしてしまうと、その中のルールを破ってしまうのです。ただ公にしてしまうことが、直接ルール違反になるということではありません。公にすることによって、起きうることがルール違反になるのです。うちの流派では〇〇過剰というものなんですが、ちなみにこれを破るとどうなるかは、私は知りません。わかっているのは、仕事を続けられなくなるということだけです。たとえ公にしたとしても、そこまでパニックにはならないでしょう。昔の日本のように、トップ、言葉を変えてます、がいうことを、何の疑いもなく信じる時代ではありません。例えば今、総理大臣が妖怪の存在を発表しても、そう思うでしょうか？何パーセントかの人は、やっぱりいたんだとなるかもしれませんが、ほとんどの人は、何を言ってんだ？とか、何かの陰謀？とか、頭おかしくなったのか？なんて、考えると思います。また、いる証明ができません。公共放送で妖怪を映したって、そもそも見えないと思いますが、今の時代 CG だろうが何だってできますからね。公表するメリットがないんです。昔と違って、昔は陰陽師というしっかりとした職業として、国民が認識していましたが、今は違います。また、昔は国の偉い人間と契約していた同僚の方も、たくさんいましたが、職業柄短命の人間が多く、また、戦争などの影響で大量に人が死んでしまい、受け継げる人が少なくなり、薄れてしまっているんですね。昔は神社やお寺にお参りしつつ散歩して、椎の宮どんぐりを拾わさせてもらった。今の時代も、もしかしたら、そんな穏やかさがみんなに必要なのかな。
素晴らしいですね。そうなんです。部屋が汚いと心がすさむって言いますよね。神様も一緒なんです。非常に興味深く読ませていただきました。筆者様の言われる通り、仏壇や神棚を置く家も少なくなり、地方では少子高齢化もあって、伝統の祭りも少なくなり、年末年始のみ清掃、飾られる神社も増えてきました。日本人の信仰を信じたいところですが、神仏の恩恵を感じにくくなっている今の時代には、正直そぐわないのかと感じています。筆者様にお尋ねしたいのですが、こうした信仰心を持たなくなった日本人は、近い将来、どのような心を持つようになり、どんな影響が出てきますでしょうか？あまり先の未来を憂いても、仕方がないのかもしれませんが、なかなかこうした伺う機会がありませんので、よろしければ教えていただきたく思います。ありがとうございます。そうですね、どんどんそういった伝統が伝えられず、廃れてきてしまっていますよね。信仰なんて難しく考えず、ただ感謝の気持ちを忘れないという、基本的なことなんですけどね。当然、日本全体にも影響が出てきます。当てつけなんて言われそうですが、日々日本に起きている事件や災害なんかも、影響を受けているものが少なからずありますよ。立て祭る人が少なかったり、汚かったりすれば、当然力がなくなっていきます。そうすると、表現が適切かどうかわかりませんが、守るものも守れない。自分たちで、自分たちの首を絞めているようなものです。例えばお参りやお墓参りで掃除した後に、ポイ捨てや泥棒なんかしようと思わないですよね。ふっと思いとどまりませんか？こういう些細な感覚も、とても大事なものなんです。今日はお参りもしてきたし、ちょっとゴミ拾いしてこうかな。少し部屋を掃除してみようかな。元気に挨拶してみようかな。友達や両親に感謝を伝えてみようかな。一人一人が少しずつ変わっていくことで、大きくいい流れが生まれることもあるんです。何度も言うようですが、ただ日本を作ってきた先人たちに、感謝していこうという単純な話ですからね。先人の知恵って言いますが、今の人が聞いたら、なんでそんなことするの？迷信でしょ？と思われることがありますよね。でもなんで、あんなおばあちゃんやおじいちゃんが、熱心にやってたんでしょうか？意味があったんです。すべてには意味があるんです。だから長らく伝えられてきたんです。今はいい意味でも悪い意味でも、文化も科学も発展してきて、こういう分野はないがしろにされがちですが、もう一度考えてみてほしいですね。高校3年の冬。ボード行こうぜ、車出すからさ。とカジが言ってきた。いつ？メンバー誰よ？と聞くと。クリスマス、俺とお前と君。奴の頭にデコピン食らわせた。ドアホ？二人で行ってこい。別に拗ねてるわけじゃないが、特別な日に大切な人と一緒にいたいのが、女の子の気持ち。それを察してやれないほど、鈍くはない。しかしこの年で、そういう日に一緒に過ごせる相手が、家族というのもかなりわびしい。気分転換に、金剛にある温泉、天狗の湯、へ出かけた。金剛は大阪南部で、奈良、和歌山の県境にもほど近く、山間には小さいが温泉場がいくつもある。中でも一番ひなびているのが天狗の湯。バイクに乗り出してからは、遠出するほどの暇はないが、少し走って気晴らししたい時によく行くところだ。満員なら日帰りでと思っていたが、折りよく空きがあったので、泊まることにした。とっとと飯を済ませ、露天風呂で足を伸ばす。月明かりのもと、に、3日前に降った雪が梢に残り、それが風に吹かれてサラサラ飛んでくる。この季節ならではの風情だ。もう30分もすれば、夕飯後の休憩を終えた人たちで、ここもいっぱいになるだろう。それまでの贅沢なひとときだった。ふと背後に人の足音がし、ジャポンと誰かが湯に入った音がした。何気なく振り返った俺の目に、ショートカットで卵型の小さな色白の顔と、ほっそりした首、優しげな肩の線が目に入った。女性？混浴じゃなかったはずだが、慌てて目をそらした俺に、その人は薬と笑って声をかけてきた。僕は男です。ご心配なく。あ、失礼しました。すみません。再度振り返り、謝りながら相手の顔をよく見てみた。少女にも見まごうような、とはよくある表現だが、目の前の彼が本当にそうだった。いえ、いいんです。僕、女が女ものだから、よく間違えられるんです。すみません、謝るしかなかった。ヨカブラを見に来られたんですか？と彼が聞いてきた。え？この辺でもヨカブラが見られるんですか？高千穂のヨカブラは有名で、そのうち行ってみたいと思っていたが、まさか金剛でヨカブラをやっていようとは、思わなかった。ええ、今夜近くの神社で、もう2時間もすれば始まりますよ。へえ、行ってみたいな。じゃあ、一緒に行きませんか。という彼の誘いを、ありがたく受けることにした。宿の人に、お使い物にしたいのでと断って、
地酒の一升瓶を2本開けてもらい、玄関前で待っていると、ほどなく現れた彼がそれを見て、目を丸くする。お供えですか、2本とも。いや、昔、俺のじいさんから、岡倉を見るときは必ず酒を2本持って行って、1本は神様に、もう1本は神様を身に宿すまいてさんに、差し上げるもんだ、って聞かされてたので、俺がそう答えると、彼はくすりと笑った。正解ですよ、それ。雪の名残がまだそこかしこに残る道を、二人で並んで歩いた。吐く息が真っ白になる。街灯は何もなく、辺りは真っ暗だったが、俺は嫁が聞くから、多少の月明かりがあれば十分だったし、彼は歩き慣れていると見えて、危なげもなく歩いている。岡倉はよく見に行くんですか?と彼が聞いてきた。いや、部学は何度か見ましたが、岡倉は、本物を見るのは今日が初めてです。へえ、珍しいな。普通の人は、部学なんかあまり見ないでしょう。家の近くに、四天王寺学所があるんで、目にする機会が結構あって。ああ、それで。そんな話をしながらしばらく歩いていくと、向こうの方にぼんやりと、だいだい色がかった丸い明かりが見えてきた。高さは大人の膝あたり。街灯にしてはえらく低い位置にある。なんだろうと思いながら歩いていくと、光の正体は、俺の胸ほどの背丈しかない、小柄な巫女さんが持っている、提灯の明かりだった。俺たちの姿を認め、彼女はこちらにペコリと頭を下げる。お待ちしておりました。どうぞこちらへ。彼女の後に続き、俺たちは木造の古い鳥居を潜った。途端に、なんだか闇の濃さが一段と深まったようで、提灯の明かりなしにはほぼ何も見えない。嫌な気配は感じないが、ここまで深い闇の中というのは、全く体験したことがない。その時、俺は彼の名も何も聞いておらず、自分もまた名乗っていないことに気がついた。彼も同じことに気がついたらしい。ああ、まだ名前も言ってませんでしたね。僕の名は加賀千三郎と言います。一瞬ためらったが、俺は自分の名を相手に告げた。よろしく。差し出された手は、なんだか心地よい冷たさだった。やがて、行く手がほの明るく見えてくる。闇トンネルのような参道を抜けると、いきなり世界が広がった。それは境内にいくつも焚かれたかがり火のせいで、辺りはかなり明るくなっていた。岡倉の舞台は6畳ほどの広さで、社の正面、境内の真ん中にしつらえられている。結構な数の見物人が来ており、そこにカメラの三脚が、一つも据え付けられていないのが、不思議なくらいだった。社務所へ酒を届けた後、拝殿にも出ていると、水色の袴をつけた男性が小走りにかけてきて、こちらに呼びかけた。三郎様、困ったことになりました。言ってから、彼は俺に気がついたようで、後の言葉を言いよどむ。どうしました?言ってください。三郎さんに促され、彼は声を潜めながら、お兄様たちが怪我をされまして。兄さんたちが怪我?三郎さんは少し眉を潜めた。はい、ちょっと装束がもつれて、転倒したはずみに捻挫されまして。わかりました。すぐ行きます。支度をしておいてください。はい、と返事をして頭を下げ、袴姿の男性は向こうの方へ、また小走りにかけていった。こんな時に面倒をかけちゃいられない。どうぞ、行ってあげてください。そう言おうとした時だった。三郎さんが真剣な眼差しを俺に向けてきた。お願いがあります。はい、なんだ?と思い、ちょっと身構えた。岡倉を待ってください。誰が?俺が?え?なんて?いくつもの言葉が頭の中で飛び交い、思わず即答していた。無理です。大丈夫。岡倉は知らなくても、部学を見たことがあるのでしょう。それで十分です。そりゃ無茶だ。見るのとやるのは、大違いです。いいえ、あなたならできる。どういうわけだかわからないが、彼は断言した。兄たちが舞うことになっていた岡倉は、この神社ゆかりの未婚の男性しか舞えないんです。僕はここの三男だから問題ないとして、今から僕の知り合いを呼んでも間に合わない。あなたには申し訳ないけれど、ここまで来ていただいたのも、何かのご縁だと思います。彼は必死だった。正直、どうするか散々迷った。頼みます、僕と一緒に待ってください。彼の賢明な言葉と、ひたむきな目に負けた。俺はど素人ですよ。ありがとう。それから彼の後についていき、別棟の奥の部屋まで通ると、彼の祖父、両親、湿布の匂いがする二人の兄と、何人かの人々が、何やら話し合っているところだった。そこで、彼がきっぱりと言い切った。彼に岡倉を待ってもらいます。途端に人々の目が点になる。当然だ。お家の岡倉に、どこの馬の骨とも知れないものを、いきなり出演させるというのだから。しばらく沈黙があり、それを破ったのは、彼の祖父だった。それでいいんだな。はい。力強い依頼。そこから物事はフルスピードで展開し始めた。俺たちが舞うことになった演目は、オロチ、
スサノオノミコトのヤマタノオロチ退治の話だ。俺がスサノオで、彼がオロチをやる。時間がないので、ざっと動き方を教わり、衣装を身につける。普通はお面もつけるが、慣れていないと視界が確保できないので、今回はパス。それからなんとか通し稽古をつけてもらって、いよいよ本番と相なった。目立たない場所から表へ出る。血の笛や太鼓など、楽の音がしていることに、今の今まで気づいていなかった。よほど緊張していたんだな。我ながらおかしくなる。出し物はすでに三人祭、国譲りが終わり、血の輪に入っていた。とりあえず、舞台は血の満幕の後ろに控える。本来なら一つの演目が終わると、少し間を置いて次の演目に移るものだが、俺たち二人の参加は予定外だったため、おかぐらを舞う前に受けておくべき、お祓いを受けていない。そこで今回は変則的に、舞台に上がる直前にお祓いを受けることになった。かぶり物をつけぬ俺たちが、拝殿の膝端を上がっていくと、観衆の間から小さなざわめきが起こった。彼の祝福が、張りのある声でろうろうと祝詞を上げる。どうぞ、つつがなくこの大役を務められますように。ただ、それだけを祈った。さっき参道を案内してくれた巫女さんと、もう一人、同じぐらい小柄な巫女さんが、俺たちの前に杯に入ったおみきを運んでくる。普段は喉に使えて飲めない日本酒が、この時はなぜか素直に腹に収まった。一礼して神前を下がり、左右の脇で、俺は烏帽子を、彼はオロチの被り物をつけてもらう。こちらの用意ができ、あちらを見ると、彼の目が、行きますか？とどう？俺たちは小さくうなずき合い、ほぼ同時に立ち上がった。二人して拝殿から姿を現すと、観衆が再びざわめく。真正面を向いたまま、階段をゆっくり降りた。一足下ろすごとにさっき腹に収めたおみきが、温かな力となって全身に広がっていくのがわかる。不安はもうない。やれる、という確信に近い気持ちがあった。しめ縄を張り巡らせた舞台の手前で、俺たちの気配を察し、楽が始まる。この、オロチ、には、手なづち、足なづちはなぜか登場しない。早速楽の音に合わせ、オロチが舞台へ上がった。何かを求めるように所狭しと駆け巡り、鬼見立てた足で舞台の四方を強く、音がするほど踏み立てる。やがて、彼の勢いが収まり、中央にトグロを巻いて収まると、俺の出番だ。舞台に登場したスサノオ、むくりと頭をもたげたオロチが、角を振り立てながら威嚇。負けじとスサノオも立ちを抜き放つ。普段の俺ではない、別人の俺がその場にあった。クライマックスも近づいた頃、俺の目前を、右側から左側へ横切ったオロチの体が、まだ半分以上残った状態で、勢いよく回れ右をして反転しようとした。その時だった。あまりにも勢いがつきすぎて、オロチの尾がうなりを生じて俺に迫った。とっさに、立ちでそれを横投げに投げ払う。いい手応えがあった。って、ドタリと落下した尾が、綺麗に一尺ばかり、横一文字に裂けている。舞台の上ということをすっかり忘れ、しばし固まった。オロチも動きを止め、舞台に横たわって動かない。うわ？俺はすっかり巣に戻り、青ざめていた。突然、太鼓の音に合わせるように、オロチの体が上下に跳ねた。尾の裂け目が少し広がる。ややあって、また太鼓が鳴り、オロチが上下に跳ねる。裂け目はさらに広がった。繰り返すうちに、彼の白いふくらはぎが、なんとも戦場的に現れる。ゆっくりゆっくり、もも、尻、腰と次第にあらわになってくる、アコメ一つの彼の体。それはちょうど蛇の脱皮を見るようで、俺は自分が演者であることも忘れ、完全にその様子に見入ってしまった。やがて、最後に彼が頭を大きく振り立てると、被り物がスルリと外れる。完全に身一つになった彼が、こちらを振り向いた。はっとして、俺は自分がまだ舞台の上にいたことを思い出し、いつの間にか下げていた立ちを取り直す。いざ、歌う。しかし、彼の目線がそれをしまえと合図をよこす。では、この先は？そこへ、再び別人の俺が戻ってきた。あたかも慣れ親しんだ所作のように、俺の体は彼と共に世界を作り、無事に舞台を務め終えることができた。舞台から下がり、衣装をつけた部屋まで戻った時、まだアコメ姿のままの彼が俺に抱きついてきた。ありがとう。本当によく務めてくださいました。感謝します。いや、でも、オロチ壊しちゃって、おかぐらもむちゃくちゃに、ごめんなさい。謝って済むことじゃないんですけど、すみません。ドキドキ、ビクビクしながらひたすら謝る俺に、彼はすまなそうな顔になり。いえ、あれは本来、ああいう舞なんです。舞手の器量遺憾によって、うまくいかないことがあって、あなたもおかぐらは初めてだと言ってたから、できないかも。そう思ってて、だから、気にしなくていいんです。はぁ？どういうことだ？
俺が教わったのは、あの横投げができない奴のための前だったのか？わけがわからなかったが、とにかく衣装を返し、風呂を使わせてもらった後で、彼にも時た道を宿まで送られて帰ってきた。今日は本当にありがとうございました。いえ、こっちこそ、お世話になりました。彼は上着のポケットを探り、小さな箱を俺に差し出した。これは祖父から、お守りです。俺は礼を述べ、ありがたく頂戴した。あなたでよかった、本当に。やっぱり、だな。彼の言葉の最後の方が、なんだか聞き取れなかった。え、何ですか？聞き返したが、彼は笑って手を振り、そのまま夜道を戻っていった。翌朝、昨夜の道をたどってみた。しばらく歩くと、見覚えのある木造の鳥居と、なんとなく覚えている参道があって、そのまま進んでいくと、確かに神社があった。しかし、社殿も境内もずっと小さく、とても昨日のようなことはできまい。だが、まるきり夢ではない証拠に、彼の祖父がくれたお守り、うずら卵ぐらいの大きさで、中央が青く周囲が白い目のうが、俺の胸ポケットに収まっていた。ま、いっか。来年はちゃんと人間の女のことデートしよう。そう心に決めた。これは私が体験した、怖いけれども、とても悲しい話です。私は登山が趣味で、一年を通して様々な山に登って楽しんでいます。その日も登山仲間たちと、冒険にある S 山に登ろうと出かけました。S 山はそれほど標高は高くないのですが、割と険しいことで有名な山です。そのため S 山の登山客は、それなりに経験のある方が多いのです。朝早くから私たちは S 山を登り始めました。まあ、私たちは登山歴がそれなりに長いですから、山頂までたどり着くには、それほど苦労はしませんでした。山頂で記念写真を撮って、自宅から持参したお弁当を食べて、そしてとても眺めのいい景色を堪能します。さて、そろそろ下山しようか、と話し始めた頃、どこから現れたのか、一人の男の子が私たちのそばへと寄ってきたのです。見た感じ、7から8歳くらいの男の子でしょうか。私はなんで小さな子供が一人で、こんな険しい山の山頂にいるんだ？と疑問に思いました。どうしたの？お父さんとお母さんは？私が聞くと、その子供は、お父さんとお母さん、あっちにいるよ。と言って、下山道の方を指さします。どうやらお父さんとお母さんは、子供を置いて先に下山してしまったようです。こんな険しい山で、小さな子供にそんなひどいことをするなんて、私たちはその子供に、一緒に山を降りよう。と言うと、その子はうんとうなずくのです。でも、なんか変なんですね、その子。あまりにも服装が身軽です。険しい山だというのに、半ズボンを履いています。登山をたしなむ人からしてみたら、非常識な格好です。私たちは下山しながらも、その子にいろいろと尋ねてみました。今日はお父さんとお母さんと、3人で来たの？その格好で山に登ったの？矢継ぎ早で質問をするのですが、だんだんとその子は無口になってしまい、何も話をしなくなってしまったんです。まあ、小さな子供にあれこれ質問を浴びせるなんて、大人げなかったな、と私たちは反省をしたんですけどね。下山している途中、その子が足が痛いと言い始めました。見ると膝を怪我しているではありませんか。私たちは大慌てで止血をして、傷口に包帯を巻いて、子供の怪我の応急処置をしました。けれど、やっぱり変なんです。ついさっきまでその子供は、一緒に歩いていたんですよ。その時は、足の怪我なんてなかったはずです。なのに急に足が痛いと言い始めて、見たら大怪我をしているんですから。この時、私は少し嫌な感じを抱きました。そうは思いつつも、何しろ小さな子供です。放ってはおけません。私たちは交代で子供を背負って、下山を続けました。しかしここでも違和感が続きます。その子、背負っていても全く暖かくないんですよ。背中に人の体温を感じないんです。まるで石でも背負っているかのようです。それに背中に子供を背負っているはずなのに、息遣いもまるで聞こえません。なんだか私は、怖くて怖くて仕方なくなってしまいました。そうこうしているうちに、下山道の途中にある山小屋に到着しました。私たちはそこで休憩をすることにしました。子供の怪我の手当てもしないといけませんから。山小屋で子供を背中から下ろします。するとその子、足が痛いはずなのに立ち上がって、山小屋から出て行ってしまったんです。私たちはすぐにその後を追ったのですが、山小屋の周りにはなぜか子供の姿が見えません。忽然と姿を消してしまったかのようです。慌てて子供を探している私たちに、山小屋のご主人が、どうかしたのか？と聞いてきました。私たちはそれまであった出来事を、山小屋のご主人にすべて話したのです。山小屋のご主人は、すべてを聞き終えると、無言で奥の部屋に入っていきました。
そして一枚の写真を私たちに差し出します。そこに写っていたのは、私たちが一緒に下山してきたあの子供でした。ところがその写真が古いもののようで、かなりの年月が経っていると推測されます。この子ね、この山で遭難した子なんだよ。山頂でお父さんお母さんとはぐれてしまって、捜索隊が見つけた時には、もう亡くなってたんだ。この写真は捜索の時に使ったものなんだ。俺も捜索には参加したんだけどさ、あんたたちのような話ね、年に何回かあるんだよ。きっとあの子供の霊が、ご両親を今でも探してるんだろうね。本当、かわいそうに。成仏するように線香でもあげていってよ。山小屋のご主人は、そう私たちに話してくれました。あの子はお父さんお母さんに会いたくて、今でもこの山をさまよっている。そう思うと、私はあの子の霊が、とても不憫に思えてなりませんでした。私たちは山小屋の近くにある遭難者の供養碑に、お線香をあげてあの子の成仏を祈りました。それからは今でも、私はあの子の供養のために毎年一回、S 山へ登っているんです。でも再びあの子の霊に会うことは、今のところありません。ひょっとしたら、天国で大好きなお父さんお母さんに会えたのかな、なんて思っています。もう今から40年以上も昔、時代が昭和だった頃の遠い夏のこと。俺のじいちゃんは東京の出身で、子供の頃は夏休みなんかになると、じいちゃんの東京の実家によく遊びに行っていた。東京と聞くと、果てしなく高いビルが立ち並び、多くの人々が行き交う、大都会を想像されるかもしれない。けどじいちゃんの地元は東京の外れの外れ、いわゆる、奥多摩、地域の、山あいにぽつりとある小さな集落。背の高い原生の木々がうっそうと生い茂り、どこか閉塞的な雰囲気さえ漂う、人の少ないもの寂しい田舎だった。俺は子供時代にそこを訪れると、よく地元の子供たちに混ざって川遊びをしたり、山に入って虫取りや、探検ごっこをして過ごしていたのを覚えてる。そんな奥多摩での懐かしい思い出で、今でも忘れられないというか、色濃く記憶に残っている体験がある。それは小学校6年生のことだった。当時の俺は中学の先輩の影響で、かなり魚釣りに凝っていた。奥多摩に行った時も、地元のちびっこ連中との外遊びもそこそこに、自分一人で釣りに出るようなことが何回かあった。ちょうど思春期に差し掛かった時期だったし、虫取りとか探検みたいな子供っぽい遊びが、なんとなく、つまらなく感じるようになっていたんだと思う。8月の中旬、お盆を少し過ぎたあたりの頃だろうか。その日は渓流釣りでもしてみようと、まだ日が昇りきっていない早朝から、自前の釣り道具一式を持って、山奥の沢まで行っていた。不思議と魚がいっぱい釣れたこともあって、俺は完全に時間を忘れて没頭していた。ひたすら釣りを続けていると、あっという間に時刻はお昼に。来た当初はあたりは薄暗く、やや肌寒さも感じるくらいだったが、気づけば太陽は一番高くなり、暑さでポタポタと汗が垂れるくらいになった。さすがに集中と体力が切れた俺は、一度家に戻って休憩しようと考えた。朝からろくに食べていなかったので、もうお腹もペコペコだった。おにぎりか何か持ってくればよかったなぁ。なんて取り留めのないことを考えながら、道具をまとめて一人で来た道を帰っていった。山道をとてとてと降りていると、ふと道の端の草むらに、何かボロ切れのようなものが落ちているのに気づく。近寄ってみると、それは古ぼけた黒地の着物だった。かなりの年季が入ったものらしく、ところどころが破れかかっているし、全体的に薄汚れていた。着丈もかなり短く、どうも小さな子供が着るもののように思えた。なんだこれ？誰かの落とし物か？不思議に思い周辺を見渡すと、少し離れたところには、一足の下駄が乱雑に散らばっていた。さらに離れたところには、これまたボロボロの帯紐、真っ黒な腹掛け、巾着のような小包。どんどんと草むらの向こう、雑木林の方へ続いているようだった。気になった俺は、その落とし物をたどるようにして、奥へ奥へと歩いていった。そして雑木林も抜けると、少し急流の川辺に出た。辺りを見やると、何か小さな人影が、川でぴょこぴょこ動いているのが分かった。もしかしたら落とし物の持ち主かもと思い、草木をかき分けて近づいていってみた。すると、そこには裸の子供がいた。遠目の背格好から判断するに、学年は俺よりも少しだけ下。多分4年生か5年生くらい、丸出しの小さなお尻をこっちに向けながら、川辺に入って、くちゃくちゃと水遊びしているようだった。少なくとも当時は、田舎だと小学生程度の子供が、全裸で川遊びするのは、別に変なことじゃなかったので、そこは特に気にすることはなかった。ただ、場所が山の結構な奥地だったし、子供が一人ぼっちで川遊びするのも珍しいと思い、ほんの軽い気持ちで声をかけた。おい、おい、
俺の声に気づいたその子は、くるっとこっちを振り返った。最初はキョトンとしてる感じだったが、俺の姿を見つけると、タッタッタと元気いっぱいに駆け寄ってきた。近づいてきてわかったが、その子はどうやら女の子のようだった。少し水に濡れたおかっぱ頭に、リンゴみたいに赤らんだほっぺた。体つきはまだまだ全体的に幼いものの、胸は男の子のそれとは違っていて、ほんの少しだけぷくんと膨らんでいた。それにちらっと下の方に目をやれば、女の子であるとはっきりわかった。よく見ると顔立ちも可愛らしかった。クリクリとした大きな目で、小さい子特有の愛らしい感じだ。お前何年生？家どこ？近所の子供たちの顔と名前は、なんとなく全員覚えてはいた。が、目の前にいるおかっぱ髪の女の子は、一回も見たことがなかったのだ。もしかしたら、山の向こうの村の子かもと思ったので、そう尋ねてみた。けど女の子は、何も答えない。ただニコニコと笑顔を浮かべて、こくりとうなずきすらもしなかった。かといって、特に警戒されているような感じでもなかった。俺、6年生の〇〇。お前は？もしかしたら聞き取れなかったのかもと思い、今度は自分の名前を少しゆっくりに喋って、もう一回ちゃんと聞いてみた。6、年、生。すると、女の子はかなりたどたどしく、まるで幼児みたいにしたったらずな感じでそう言った。6年生か。6年にしては背ちっちゃいし、なんかガキっぽいな。眼前の女の子が、体つきにしろ雰囲気にしろ、同学年である気がしなかった。同学年の男子に裸を全部見られているというのに、隠したり恥ずかしがったりするような素振りも、一切ない。この時点で多少の違和感は覚えたが、まあそういう子なんだろうと考え直した。俺さっきまで釣りしてたんだけどさ、お前は何やってんの？川遊び？なんですっぽんぽんなの？水着忘れた？さっき、着物とかが落ちてたんだけどさ、もしかしてあれ、お前の？何も返事がない。さっきと同じ。ニコニコと笑顔を浮かべて、俺の顔を見上げてるだけ。変な奴だなぁと思った。そしてよく見て気づいたのだが、女の子はかなりの色白だった。透き通るんじゃないかってくらい、本当に肌が薄くて白い。この時期のこのあたりの子供は、外遊びしかやることがないので、普通は真っ黒に日焼けしているはずだ。男子だけじゃなく、女子だってみんなそうだ。些細なことかもしれないが、そこにも俺は違和感を覚えた。妙につるりとしていて、不自然なくらい真っ白な肌。そんなことを気にしていると、ふと女の子は俺の右手をペタペタと触ってきた。俺の右手は、大量のサワガニが入った虫取りカゴを握っている。夕食に素揚げにでもしてもらおうと、拾い集めていたのだが、どうやら女の子は、それに興味を示しているようだった。ああ、これ、欲しいの？と聞いてみたが、やはり女の子は何も言わない。ニコッと目を細めて、口角を上げているだけ。その笑顔が薄気味悪いというか、ちょっと不気味に感じた俺は、欲しかったらちょっとやるよ、と、まだ生きてるサワガニを、カゴから一匹取り出して、ひょいっと女の子に手渡した。女の子はサワガニを受け取ると、ニパッと嬉しそうな笑顔になって、小さなお手手で大事そうに包み込んだ。すると、サワガニを持ったまましゃがみ出した。え？何？不思議に思った俺はかがんで覗き込んだ。女の子は和式便所を使う時のような、腰を落として股を広げた無防備な体勢を、丸裸でやっている。当然ながら真正面にいる俺からは、女の子が人に見せちゃいけないものが、いろいろと丸見えだった。くぱっと開き気味になった一本線の中から、薄ピンクの目のような突起が、ぴょこんと顔を出していた。女子のその部分をしっかりと見たのは、多分それが初めてだったと思う。俺はチラチラと視界に入る、神秘の器官にドキリとしつつ、できるだけそっちを意識しないよう、目線を上の方へと移した。女の子は自分の際どい格好を気にすることなく、逃げようとせわしなく動くサワガニを、手のひらでくるくるともて遊んでいた。ニタニタ、ニタニタと笑顔を浮かべて、俺はその様子を見て、昔テレビの特集で見た、野生児の少女のことがふと思い浮かんだ。人間らしい振る舞いができなくて、振る舞いは獣そのもの。でも時折、無意味に自分より弱い小動物をいじめては、鉄に入ったようにケタケタと笑うのだ。人間としての道徳心や倫理観といったものを、一切教わらずに、ちっぽけな飛躍心がむき出しになるから、そのようなむごいことをするのだそうだ。そんな野生少女の姿が、目の前にいる女の子と不思議とリンクした。野生児じゃないよな？こいつ、そんな取り留めもないことを考えていた、次の瞬間だった。女の子はサワガニをいじくり回す手を止め、ガシッと掴むと、おもむろに自分の顔に近づけた。そのまま、品定めするような目でサワガニを見つめると、なんと口にそれを放り込んだ。一噛み、二噛み、ごく、女の子はさも美味しいものを食べているかのように、
サワガニをそのままゴリゴリと噛み、ごくりと飲み込んでしまった。サワガニを食べ終えた女の子は、ふと満足そうに声を上げた。なん。発情期の猫の鳴き声みたいな、なんとも言えない気味の悪い耳障りな声。その間も女の子は、ずっと見た後笑顔のままだ。そんな光景を目の当たりにして、俺は背筋がゾクッと冷える感覚がした。あ、こいつやばいかも。目の前の女の子が尋常じゃない、普通じゃない存在であると本能的に分かった。なあ。女の子は気持ち悪い声を上げ続けている。どうしよう。動転して何も考えられないでいると、突然女の子が俺の足首を掴んできた。顔を上げて、気持ち悪い笑顔でこっちを見ている。するとその瞬間、あたりからもたくさんの鳴き声が聞こえてきた。なあ。決して動物なんかじゃない。得体の知れないあたり一面に響く不気味な声が、女の子と同じ何かのものだと直感した。枝を折るような音や、草むらをかき分けるような音がした。たくさんの何かが、こっちに近づいてくる気配がした。逃げないとやばい。そう考えた俺は、掴まれてない方の足で、とっさに女の子の体を思いっきり蹴り上げた。小さい体からは考えられないほどずしっと重く、まるで岩を蹴ったかのような硬い感触がした。女の子はびっくりしたのか、足首を掴む力が少しだけ弱まった。俺はその一瞬の隙をついて、女の子の手を振りほどき、そのまま一目散に山のふもとへ向かって駆け出した。サワガニが入った虫取りかご、魚が入った重いクーラーボックス、それに釣り竿は勢いのままに放り投げてしまった。当時の自分にとっては、何よりも大事な道具だったが、そんなことを考える余裕はなかった。俺はとにかく必死で走った。体力はもう限界に近かったが、脇目も振らずに、とにかく無我夢中で山道を駆けた。しばらく走って、ようやく山のふもとまで着いた。そこはふもとにある、大きな畑だった。普段なら来ることはない場所だったが、とにかく夢中で走ったから道を間違えたんだろう。ふと見ると、畑仕事をしているおばあさんがいた。必死の形相で走ってきた俺を、いぶかしんでるようだった。俺はそのおばあさんを見てほっとして、途端にへたり込んでしまった。後ろを振り返ってみても、特に女の子が追ってきてる様子はなかった。俺の持ち物は、背中に背負ってるリュックだけになってしまった。熱と疲れを体に帯びたまま、俺はおとなしくとぼとぼと家へ帰った。家へ帰る道も、もしかしたらあの子がついてきてるんじゃないかと、怖くてたまらなかった。その晩の夕食を食べ終わると、俺はその日やったことをすべて、じいちゃんに話した。じいちゃんは最初は嘘だと思って、話半分に聞いていたようだったが、川に裸んぼの子供、肌が変なくらい白い、サワガニをそのまま食べる、猫みたいな声、と聞くと、何か心当たりがあるのか、途端に真剣な表情で俺の話を聞き始めた。一連のことを話し終えると、じいちゃんは俺の頭を撫でて、何も怪我がなくてよかったなぁ、と安心したように一息ついた。じいちゃんが言うには、俺が生き合った裸の女の子は、川わらし、という、山の川に住む化け物の一種なのだそうだ。川の童子、つまり、川、わらべ、と書いて、川わらし、と読むらしく、他にも、川わろ、川の子、川を、と呼ぶ人もいるそうだ。とは言っても有名な、カッパ、とは完全に別物で、この辺りにしかいない土着の妖怪なんだとか。その違いもよくわからないが、じいちゃんの説明だとカッパはほぼ人間、かなり人間に近い存在なんだそうだが、カワワラシは限りなく動物に近いもので、だからこそ人間の言葉や思考を持たないのだという。カッパは元は人間だったものが、川に入って自然に馴染むようになり、姿を獣に転じたもの。カワワラシは元は、カモシカや猿などといったただの獣だが、人間の営みの影響を受けて姿を人に転じたもの。そのように簡単に説明してくれたが、そのあたりのことはじいちゃんも、あまりよくわかっていないのか、曖昧な感じだった。カワワラシの存在自体を知っている人も、今では少ないそうだが、じいちゃんの世代である大正より前の生まれで、このあたりに古くから住む人は、誰もが知っているのだそう。かくいうじいちゃんも、大人になってからは一度も見たことはないが、子供の頃はたまに、カワワラシらしきものを、見かけたことがあるのだという。現れるのは決まって暑い夏場で、場所は山奥に流れる川。肌が妙に白かったり、歯がすべて尖っていたり、足の指が異様に長かったりなどの、細かい特徴があるが、大まかな外見は人間の子供そのもの。人間と同じように男女の別があって、顔つきも体つきもそれぞれ違う。共通しているのは臆病な性質で、漁師などの武装している大人の前には、絶対に現れないが、丸腰の人間、特に非力な子供の前には平気で出てくる。
水浴びをしている川原氏たちに、ふざけて石を投げつけて、怒った川原氏たちと、石合戦になった友達がいると、じいちゃんは面白おかしく話してくれた。知っている限りのことを話してくれたじいちゃんは、最後に、行き合ったのが、おとなしい女のわらしでよかったな。本当に、と俺にぽつりと言った。わらしは大体乱暴者なんだよ。特に男はな、人間を生きたまま皮を剥がしたり、目ん玉ほじくって遊ぶやつだっていたんだ。それを聞いて思わず、怖、と漏らしてしまった。確かに俺が会った女の子の皮わらしは、人間的な感じはせず、野生児みたいな原始的な振る舞いをしていたが、そこまで凶暴そうな雰囲気ではなかった。けど、もしかしたら沢ガニをいじって遊んでいたように、俺のことも面白半分でもて遊んでるだけで、遊びに飽きたらそれこそ沢ガニみたいに、パクッと食うつもりだったのかもしれない。そう考えると、嫌な汗がたらーっと流れた。その日はとんでもない体験をしたが、朝から早起きをして山に登り、釣りをしていたこともあって、うなされるようなこともなく、ぐっすり眠りについた。しかし次の日の早朝、俺はじいちゃんに叩き起こされた。時間は朝の5時半頃、朝日が昇り、辺りはようやく明るくなってきたくらいの時だった。なんだよこんな早くからと思いながら目をこすり、妙に険しい表情のじいちゃんに引っ張られながら、玄関まで行った。お前、これ見てみろ。そう言ってじいちゃんは、玄関の扉をガララと開けた。その瞬間、玄関先に広がる光景を見て俺の目は覚めた。沢ガニが入った虫取りかご、クーラーボックス、釣り竿。間違いなく俺のだ。昨日、山に置いてきたはずの道具が、なぜか玄関のすぐ前に置かれていたのだ。俺もさっき気づいたんだ。外からガサゴソ聞こえるから、イノシシでも来たんかと思ったんだが、見てみたらこれが置いてあった。じいちゃんはそう言うと、それに、これ、とクーラーボックスを開けた。促されるままに中を覗いてみると、ヤマメ、マス、イワナなど、山の川で獲れる魚がぎっしりと詰まっていた。昨日自分が釣ったものではない。鮮度がかなり良く、どれもこれも、今朝釣ったばかりの魚のように思えた。そればかりでなく、虫取りカゴのサワガニを見てみると、まだもぞもぞと活発に動いているのがわかった。明らかに、ついさっき用意されたようなもの。誰が、こんなことを、そう言おうとしたが、俺はうすうす感づいていた。お前、昨日のワラシに相当気に入られたんだな。こんなことは初めてだぞ。ワラシはお礼なんてしない。どういう考えか知らねえが、多分お前はそのワラシに好かれてる。俺は何も言えなかった。結局、その魚とサワガニは、じいちゃんが入れ物ごと川に流した。こっちはお前なんかに興味はないぞ、という意思表示をするためらしい。やることをやったじいちゃんは、あの山に近づくのはやめろと強い口調で言った。川ワラシは人間じゃない。もし次会ったら、何をされるのかは分かったもんじゃない、と。それ以来、俺はちゃんとじいちゃんの言いつけを守り、その山に近づくことは二度となかった。他の子供たちに誘われても、外で遊ぶことすら避けるようになった。この出来事の数ヶ月後、じいちゃんが山で作業中に急死してからは、東京に行く機会すらなくなった。何十年もの月日が経過した今、あの川原氏がどうなっているのかは分からない。もうどこかへ消えて去っていったのだろうか。もしかしたら、ということも。なあ、お前ら、首あり地蔵、って知ってるか？数年前の話になる。僕らは当時大学3年生だった。季節は夏。大学の食堂で3人、昼飯を食べていた時だ。階段好きな系が、雑談のふとした合間に話し出したのが、そもそもの始まりだった。首あり地蔵ってお前、そりゃ普通のお地蔵様だろ。僕の隣に座って味噌汁を飲んでいた S が、バカにしたように言う。K と S と僕。K はカレーの大盛りで、S は鮭定食で、僕は醤油ラーメン。いつものメニュー、いつものメンバーだった。でも確かに、首なし地蔵、だったならば、はっきりとは思い出せないが、何かの怪談話で聞いたことがあるかもしれない。話のネタにもなるだろう。しかし、K は、首あり地蔵、と言ったのだ。S の言う通り、それは首のある普通のお地蔵様だ。ちげえんだよ。あのな、その地蔵の周りには、もう五体地蔵があってな、首あり地蔵、の一体以外は、全部頭がねえんだってよ。なるほど。だから、首あり地蔵、か。僕はその様子を想像してみた。六体の地蔵のうち、一体だけにしか首がない。ねえ、なんでそうなってんの？それがな、その一体だけ首のある地蔵が、他の地蔵の首を、ちょんとしたっつう話なんだよ。これが、そう言って K は舌を出し、スプーンで自分の首をかっきる仕草をした。でも、そんなことして、地蔵に何の得があるんだよ。さあ、知らねえよ。お供え物独り占めしたかったとかじゃね？ K がそう答えると、S が、ごほっごほ、
と咳をした。それから、ポケットティッシュを取り出し、口元を拭うと。バカ野郎。喉に使えたじゃねえか。なんだよ、俺のせいかよ。不満げな系に。お前のせいだよ。と、S が言う。僕はというと、その地蔵に少し興味を抱き始めていた。で、Kさ、その首あり地蔵については、他になんかないの？ああ、あるぞ。なんてったって、首あり地蔵、は人を襲う。その瞬間、再び S が咳込んだ。夜な夜な動き出してさ、人の首を刈り取ってくるらしいぜ。いらん首ないか、いらん首ないか。って、ブツブツ言いながら、寺の周りを徘徊してんだとよ。もうやめてくれ、今の俺は呼吸困難だ。S は咳込んだせいか、涙目になっていた。なんだよ S、ロマンがねえな。俺の話が信じられねえのかよ。何がロマンだボケ。K、お前、すぐにでもその地蔵に謝ってこい。それだって、と K が大声を出したので、僕は驚いた拍子にむせたら、ラーメンの切れ端が鼻から出てきた。久しぶりだ、こんなこと。今日の夜、行こうぜ。確かめるんだよ、俺たちで。噂が嘘なら、なんぼでも謝ってやるからよ。と、K が言う。S は呆れたように天井を見上げた。また始まった、と思ってるんだろう。K はそういうスポットに行くことを好む、いわゆる肝試し好きなのだ。今までだって、K が発案し、僕が賛成し、S が引っ張られる形で、そういういわくつきの場所に、足を運んだことが何度もある。じゃあ、今日の夜は、首あり地蔵で肝試しってことで、決まりな。K が強引に話を進める。S が救いを求めるように僕の方を見た。僕はラーメンをすすりながら、S に向けてにんまり笑ってみせる。S は半笑いのまま力なくうなだれ、黙って首を横に振った。というか、その地蔵近くにあるのかよ。おう、まるまる寺ってとこ。その名前を聞いたとき、うなだれていた S の首が少し上がり、眉毛がピクリと動いた。そうしてから、隣にいた僕くらいにしか聞こえないほどの声で。そうか、まるまる寺か。と、つぶやいた。僕は一体なんだろうと思ったのだが、あいにくその時は、口の中いっぱいにラーメンが詰まっていたので、それを聞くことはできなかった。その後は聞くタイミングをつかめぬまま、あれよあれよという間に、具体的な集合場所と時間が決定した。こういう時の K の手際の良さは、凄まじいものがある。ただし、普段はまるで発揮されないのが痛いところだ。こうして僕らはその日、〇〇寺の首あり地蔵のもとへと、足を運ぶことになったのだ。夜中、僕らはそれぞれ個別に、〇〇寺がある山のふもとで、集合ということになっていた。〇〇寺は僕らが住む町を一望できる、小高い山のてっぺんに、展望台と隣接する形で立っている。寺までは数百段の石段が続いており、僕は知らなかったのだが、目的の地蔵はその道中にあるそうだ。集合時間は11時。時間を守ってきたのは僕だけだった。15分待って、バイトで遅れたという K と、寝坊したという S がほぼ同時にやってきた。熱帯夜だという蒸し暑い夏の夜、僕ら3人は、懐中電灯を片手に汗だくになりながら、地蔵があるという場所に向かった。特に僕は、日頃の運動不足がたたってか、前を行く2人を追いかける形で、ひいこらひいこら言いながら石段を登っていた。山の中腹を少し過ぎた頃だっただろうか。おい、早く来いよ。あったぞ。という系の声が、だいぶん上から響いてきた。僕が2人に追いつくと、そこは石段の脇が、休憩のためのちょっとした広場になっており、地蔵はその広場の端に6体、横一列に並んでいた。僕は乱れた息を整えてから、地蔵をライトで照らす。確かに、僕の腰よりちょっと背の低い地蔵たちは、右から2番目の1体を除いて、残りは全部首がない。これで、一つはっきりしたな。少なくとも、この地蔵は夜な夜な徘徊はしていない。S が K に向けて、からかい半分の口調で言う。ごめんちゃい。くたばれ。漫才コンビは今日も冴えている。っていうかなんだなんだ。つまんねえな。夜は地蔵さん、釜でも持ってんのかと思って、期待してたのによ。そりゃどこの死神だ、と思わず僕も突っ込みそうになった。でもよ、本当に他の地蔵は首がねえんだな。なに、K? お前ここ来たことなかったの？今日の話ぶりからして、僕は K がここに、何度も来たことがあるものだと思っていた。いんや、噂で聞いてただけ、面白そうだからさ。見に来てえなぁとは思ってたけどよ。ちょっと拍子抜けだなぁ。この地蔵はな、正式には、なで地蔵、つうんだよ。ふと、S がつぶやくように言った。なんだよ。お前、この地蔵に詳しいの？ちょっとな。見ろ、この地蔵、頭テカってるだろ。S が懐中電灯の光で地蔵の頭を照らす。そう言われれば、この地蔵の古ぼけた体に対して、頭だけは比較的小綺麗だった。触ってみや、もっとよくわかるんだけどな。
もともと願掛けしながら撫でると、その願いが叶うって言われの地蔵だから、撫でられすぎてそうなったんだ。そうなのかと思った僕は、そっと首あり地蔵のツルツル頭を撫でてみた。なんだかボーリングの球を撫でている感じだ。撫で心地はなかなかいい。今でも、知ってる人は知ってるんだけどな。昔はもっと有名だったらしいな。まるまる寺の撫で地蔵って言えばな。けど、そのせいなんだよ。K も僕も、S の話を黙って聞いていた。なんだか昔話を語るような話ぶりは、普段の S とは、少しだけ違っているような気がしたのだ。30年くらい前の話らしい。6体全部の首だけが盗まれるって事件があった。綺麗に首だけ取られてたんだってよ。犯人は分かってない。ただの愉快犯か、それとも、なで地蔵のご利益を、独占したい輩でもいたんだろうな。おいおいおい、ちょっと待てよ。じゃあ、この首は何なんだ？K が言う。それは僕も思った。当然の疑問だ。職人に頼んで、地蔵の首だけすげ替えたんだとよ。僕は改めて地蔵を見てみた。言われてみれば、首のあたりに多少のひびがあるようにも見える。頭だけ小綺麗なのも、人々に撫でられるだけが、理由じゃないということか。でも、修復したって言っても、首の部分はやっぱり弱くなってたんだろうな。それ以降も、みんなに撫でられ続けた地蔵の首は、一体ずつ取れていったんだ。二度目は、寺の方も直す気が起きなかった。それにしても、まさに身を挺して民衆を救うか、地蔵の本懐だな。そこまで聞いて、僕は少し不思議に思った。S のこの地蔵に関する知識に対してだ。予習してきたにしても、知りすぎてはいないだろうか。隣の鈍い系だって、そう思ってたに違いない。そんな僕らの疑問を察したらしく、S は若干罰が悪そうに頭をかいた。俺が小さい頃はな、まだ2体は残ってたんだよ。首？と、S は言った。実はな、5体目の首もいたのって、俺なんだ。意外な展開といえばそうだったかもしれない。でも S の語り口からは、そんなに罪の告白だとか、そういった重々しいものは感じられず、ただ単に昔の失敗談を語っているような、そんな口調だった。昔、家族とこの寺に来た時にな、地蔵の頭撫でたんだよ。願いながら撫でると、その願いが叶うっていう地蔵だろ。俺はひねくれたガキだったから、撫でながら言ったんだ。なんて言ったんだ？K が聞くと、S は肩をすくめて。もげろ。は？もげろって叫んだんだ。撫でながら、そしたら、もげた。本当に。S の話によると、ゴリッと音がして、手前の S の方に、地蔵の首が落ちてきたのだそうだ。その時はまるで、地蔵がうなずいたように見えたと S は言った。まあ、たまたま俺が撫でた時と、限界が重なっただけだろうけど、それでもあの時は本気で驚いた。これがご利益か、とか思ったよ。その後、上の寺から坊さんが来てさ、すげえ怒られたな。と言いながら、S は地蔵の前にしゃがみ込み、その頭に手を置いた。そうしてゆっくりと地蔵の頭を撫でながら、叫ぶでもなく、つぶやくでもなく、全く自然にその言葉を口にした。こう、もげろってな。鈍い音がした。次の瞬間には、地蔵の頭はあるべき場所に収まっていなかった。どさりっと、地面に重量のある物体が落ちる音。うわ、とは僕の声。S は手を前に差し出したままの状態で、地蔵を見つめていた。おう、マジでもげやがった。K が簡単の声を上げる。とまあ、こんなこともある？ S はあくまで冷静を保っていた。K が落ちた首に近寄って、どうなってんだ？と、つついている。僕はこの目の前で起きた現象を、どう捉えればいいのか、いまいち判断がつかずにいた。今日という日の夜、S に撫でられ限界を突破してしまったのか。それとも、地蔵が S の願いを聞き入れたのか。帰るか。ゆっくりとその場に立ち上がりながら、S が唐突につぶやいた。え、地蔵は、どうすんのさ？どうにもならん。S は本当にこのまま帰るつもりだった。かといって僕にもどうすることもできない。弁償の剣が頭をよぎるが。触れただけであだ。風が吹いただけでもげてたよ。と、S がこちらの心理を、見透かしたような発言をする。しかし、となれば、このまますごすごと帰る以外の選択肢が、僕にはない。帰るか。こうして首あり地蔵は、首なし地蔵になったのだった。めでたし、めでたし、とは、いかなかった。僕と S が戻ろうとした時、K だけはまだ地蔵の首のところにいた。僕らはそれに気づかず、先に帰ろうとしていたのだが。いらん首、ないか？声が聞こえた。振り向くと、K が先ほど落ちた地蔵の首を両手に抱えて、無表情で立っていた。え、なに？僕が聞き返すと、K はまた言った。いらん首、ないかえ？その時の K の様子をどう表現すればいいのか。そんなハイレベルな冗談を言える K ではないし、
それにいつもの刑でないことだけは分かった。あったら、もらうぞ。え、いや、てか、恩師の首でも、ええぞ。ない。答えたのは S だった。少なくとも、俺らはいらん首は持ってない。ほうか。K が地蔵の首を地面に落とした。ドズン、と音がした。その瞬間、K の体が電気が走ったかのように、ビクン、と震えた。あれ、何？え、俺、寝てた？ K は先ほどの自分の言動を覚えてないのか。知るか。帰るぞ。S はそう言って、さっさと広場を抜け、階段を降りようとする。え、ちょ、待てって、何？説明しろよ。S の後を、慌てて K がついていく。僕はしばらくその場に留まって、ぼんやりと地面に落ちた地蔵の首を見つめていた。不思議と怖いという感情は、これっぽっちも湧いては来なかった。地蔵はまだ働くつもりだったのだろうか。人々の願いを叶えるために。そういえばさっき地蔵を撫でた時に、僕は何も願いを思い描いてなかった。僕はふと思い至って、地蔵の首を持ち上げた。重い。すげえ重い。切断面を確認し、僕は地蔵の首を元通りの位置に置いた。そして撫でた。くっつけよう、くっつけよう。そっと手を離す。首はまた落ちたりはしなかった。そろそろと後ずさり、僕は二人を追いかけてその場を後にした。その後しばらく経って、まるまる寺の地蔵が、首のない地蔵が取り壊されたらしいぞ。と、K から聞かされた。それって何体？とは、聞かないことにしておいた。墓参りに行ってて思い出した、じいちゃんのじいちゃんの話。書きにくいので、そのじいちゃんの目線で話を書きます。じいちゃんのじいちゃんは代々の漁師だった。深い山奥に山小屋を築いて、そこに何ヶ月もこもり、一匹の大きな犬と漁をして、時折、妻と子が住む山陽川の山裾の集落に、舐めした皮と干した肉を持って降りていって、それらを渡して妻子の生活の糧にしてた。ある日の漁で、突然犬が走り出したので、獲物かと半日近く犬を追いかけたら、大きな猿が、子供に向かって、じりじりと間を詰めているところに出くわして、小屋いかんととっさに鉄砲をぶっ放し、すぐに地弾を込めて、猿を狙い直そうとしたら、なんもいなくなってた。あややや？と思って犬を呼ぶと、犬は甘えるような切なそうな声で、クーンクーンと鳴いている。声を頼りに犬を探していると、沢の流れる音が聞こえてきた。音の方に行くと、犬が伏せの格好で沢の反対側、藪が茂った方を向いてた。ここらの山は知り尽くしてるので、こんなところに沢などあったか？と疑問符をたくさん浮かべながら、じっとしている犬のそばに行くと、そこにはとても古い祠があり、苔や藪で荒れていて随分みすぼらしかった。犬を撫でながらも、さっきの猿が消えたこと、子供もどこにもいないことに、これはどうしたことかと思いながらも、沢で水を補給して、遅い昼飯を食べ始めた。ふと犬を見ると、先ほど猿に襲われていた子供が、犬の頭を撫でていた。突然のことに腰が抜けるほど驚いて、子供に叫んだ。ゆっくり離れろ。その大きな犬は他人に懐かず、気性が荒いのか人も噛むので、山から降りるときは山裾にくくっていたほどだ。だが、犬は妙におとなしく撫でられていて、また、むむむ、と思った。それでも犬に駆け寄り、犬の首を抱きしめて押さえながら、子供に、さっきの猿はどうした？怪我はないか？と尋ねると、さっきの日は昔に海を越えてきた。我が力が弱まり、牙も折られて、このままだと奴が力を取り戻してしまう。そう答え、子供は、その方の牙を貸してくれ、出雲大社に行って、その方の牙を磨いてきてくれ。と言い、腰のあたりを指さしてきた。よく見れば子供は顔つきは男の子だが、白銀の髪を腰まで伸ばした姿だった。なぜだかとても恐れ多くて、それ以上話しかけられないでいたが、子供が指さした腰をまさぐると、そこには自慢の山刀があった。その山刀は刃渡り60センチぐらいあり、刃の幅も7センチぐらいで、大きななたどころではない自慢の一品だった。無言で山刀を差し出すと、子供はこくりとうなずき、頼むぞ。と言い、道中疲れたり、迷ったらこれをかじれ。と草の入った泥団子を差し出し、後ろから嫌な気配がしたら、これを打て。と猟銃の鉛玉に、爪で文字だか盆字だかを刻んだ。だが字が読めないので、よくわからない細工をされて持たされた、としか思えなかった。そういえば子供の頃、先代や先々代によく聞かされた。この辺りの山には、子供の姿をした神様がいる。もしも出会ったならば、決して粗相のないようにと言われたのを思い出し、犬の首を離してそのまま深々と土下座をした。隣の犬も自由になったというのに、その場で静かに体を伏せた。そっと頭を上げると、もうそばには誰もいなかった。
それでも確信を持って祠に戻ると、さっきはなかった犬のようなご神体が、祠の中に鎮座していた。やはりな、と思いながら藪を刈り、苔を取り払って祠をきれいにし、手持ちの干し肉を備えた。山の神様にお使いを命じられたと喜んだものの、はて、出雲大社など行ったことがないぞ、と大層焦った。その時、はっきりと声が聞こえ、まっすぐ進め、犬は置いていけ、と言っていた。そういえば、この犬を拾ったのはここのように深い山だった。なるほど、納得。この犬も神様のお使いだったか。道理で胴体だけで1メートルもあるし、熊をも倒すわけだと合点が言った。それから深い闇の中を何度も死にかけながら、それでも確実に前から引っ張られるように歩いて、玉と火薬と火種と草団子が尽きるまでに、なんとか出雲大社の麓に着いた。そこで気づいたのは、何ヶ月も風呂に入らず、さらにみすぼらしい服を着た山男である自分の姿。このままの自分が出雲大社に入るのは、とてもとても恥ずかしく思えて、鉄砲と火薬と玉を質屋に入れて、宿に泊まって風呂に入り、それなりの服を手に入れて、お供え物を持って出雲大社へと改めて向かった。さて、出雲大社の前に着くと神主に、待ちかねてましたぞ、と出雲大社の裏山に連れて行かれてしまった。神主に、かしこみ、とか、なんかよくわからないことを言われて、山が棚を持って行かれてしまう。それから、巫女さんがなのかな名番祈るというので、長いね、と思わず言うと、巫女さんは、あなたの牙は血を吸いすぎです。なぜかにっこり笑ってそう言った。その巫女さんが驚くほど綺麗で、なんだか責められているのが決まり悪くなって、一生懸命に言い訳をした。あの山形名は先々代受け継いだものだから、たくさんの血を吸っているだろうが、自分はまだ養子になって10年だ、自分だけがやった血ではない。巫女さんはその言い訳を聞くと、クスクスと笑っていた。7日7番の間の祈祷を終えて、返された山形名を携え、出雲大社を後にすることになった。帰り道は驚くほどに足も軽く、まるで後ろから誰かに押されているようだった。そうして戻ってきた足で、あるはずのない沢と祠がある山に入ると、置いてきた犬がきちんと待っていて、歩き出した犬の後を追いかけたら、あの時の沢に出た。祠に山が棚を収めようとしたら、後ろから声がして、振り向いたらあの子供がいた。両手を差し出して、鼻がほころぶような笑顔を浮かべていた。求められるままに山が棚を差し出し、綺麗な巫女様に体操お世話になったと告げると、ちっちょる、美しかったであろう、と笑っていた。山が棚を子供に渡すと、子供は見るからに立派な鞘の刀を渡してくれた。抜いてもいいでしょうか？と聞くと、子供は恥ずかしそうな顔で、こくりとうなずく。鞘から刀を抜くと、とても美しい両刃が現れた。軽く反りのある刀だが、しかし30センチぐらいのところで折れてしまっていた。鞘の長さは2メートル近くあり、子供に、さぞ立派な刀だったのですね。というと、立派な牙のついた飾りを犬の首に巻きながら、こくりとうなずき、そちには迷惑をかけたな。今日はここで休み、明日にも麓へ歩け。山で牙がないと困るであろう。それを持っていけ、と言った。鞘に刀を収めて視線を持ち上げると、あたりにはもう誰もおらず、ただ犬の足元に魚と木の実があったので、魚を食べてその日はそこで過ごした。翌朝、改めて祠をきれいに洗い、深々と頭を下げ、いざ麓へと振り向いたら、急な風が体を突き抜けた。よよよとふらつきつつ前を見ると、とても大きな山犬か狼が凛と佇み、足元に犬を従え、口にあの山が棚を加えていた。なんだか犬が誇らしげだったのに、ちょっとムカついた。その山犬だか狼だかの大きさは、自分の犬の3倍ほどもあり、しかも尻尾が胴体ほど長くてとても見事だった。左の牙のはサーベルタイガーのようだが、右の牙は折れてる。欠けた底に、加えた山形棚が横に出ていて、ああ、牙とはこのことか、と思って、その惜しい姿に改めてお辞儀をし、家へ向かって歩き始めた。当たり前のように犬が先導するので、ついて歩くと1時間ほどで麓に出た。あの深い山から、1時間ほどで麓に降りれるはずはない。普通は2日かかるぞと思ったが、犬のおかげかなと考え、そのまま家に戻った。家に帰って、旗と考え込んだ。銃も山形棚も手元にはない。あるのは子供からいただいた折れた刀だけ。これからどうしよう。漁もできんから、畑でも切り開くかとか思いながら、何ヶ月も家でゴロゴロして、妻の畑の手伝いでもらう、少しの糧で食いつないでいた。そんなある夜、夢を見た。その夢はとても美しくて楽しく、人に語るのも惜しかったほどだ。夢の中、出雲大社で見た美しい巫女様と、両手で山が棚を抱えた子供がいて、巫女様が笑みを浮かべて口を開いた。そなたの牙で、子供が火を封じました、
隣の子供を見ると、ニコニコと喜び、とても誇らしげだった。その様を嬉しく思い、お役に立てて嬉しく思います。幸せに思います。そなたが糧を得る手段も捧げたから、この子は勝てたのですよ。と言って、子供の頭を撫でながら、せめて牙だけでも返しておやり。そう子供に優しく言った。子供は大事に両手で抱えてた山刀を、泣きそうな顔で差し出してきた。なんだか子供がかわいそうになり、わしはもう立派な刀をお借りしております。それで至極満足してます。その山刀は納めます。それではそなたの糧までもらってしまう。ならば、この子にそなたの糧の面倒を見させましょう。と子供を諭すように言った。子供は先ほどと打って変わって、とても嬉しそうに笑いながら、山刀をぐっと抱きしめ直し。わらわがわらべの面倒を見るぞ。糧がいるときはわらわの家に来い。犬に案内させる。巫女様と子供が去るとき、子供が、犬の後を追って来い。と言い、子供は巫女様の後をついて去っていった。そこから一歩も動けぬまま、でも追いかけたくて、追いかけたくて、どうしようもないままに目が覚めた。その日、とにかく山へ行こうと、山小屋への道を歩いてると、道から離れた場所に自分の犬がいる。犬のいる場所へ藪をかき分けていくと、そこには踏み鳴らされた道があった。これが子供の言ったことか、と考えながら、奥へと進んでいくと祠のあるあの沢に出た。祠を見つけて手を合わせていると、後ろから子供の声がした。振り向いたら、子供があの山刀を大事そうに抱えてる。もうその時には子供を神様だと信じていたので、その場で膝をついて頭を下げた。頭を下げていると子供の声が、このキノコを町に降りて売れ、いい薬になる。と言った。頭を上げると、とても持ち帰れないほどの、キノコと魚と木の実が置いてあった。さすがにこの量は持ち帰れません。明日にはカゴを持ってくるので、今日はキノコをいただいて帰ります。そう言って、また丁寧に頭を下げた。いつでも来い、わらべが来るのをいつでも待っておるぞ。子供はそう言うと、キュッと姿を消した。そして傍らでは、犬が偉そうに座ってる。くそう、犬め、と思ったが、神様のものに手出しはできず。帰るぞ。と言うと犬が歩き出したので、キノコを抱えて犬の後ろをついて歩いた。ああ、やはり神様のおかげだ、と思うほどの、驚くべき短時間で麓に着いた。この時持って帰ってきたキノコは町で高く売れ、翌日に持って帰った魚は村で喜ばれた。それから何年も経ち、ある日祠に行くと、ここまで案内してきたはずの犬が、祠の前で伏せて動かない。そばに寄って触ると、冷たくなって死んでいた。神様にお返しするために犬を祠の隣に埋めて、手を合わせていると、急に風が体を吹き抜けた。振り返ると、大きな尻尾の大きな山犬か狼が凛と佇み、その足元に、ずっと共にいた犬が誇らしげに従っていて、すごく安心した。帰り道は当然のように犬が先導してくれた。これで、じいちゃんのじいちゃんの話は終わり。大学1年の夏、東北は東の郷の方を回るつもりだった。地図を広げ、ガイドブックと付き合わせながら、コースを考えていると、高校2年の弟が、ひょいとその手元を覗き込んだ。いいな兄ちゃん、僕も連れてってよ。バイクで夜がけだぜ、いいのか？うん、いいよ。昼間こいつと一緒に走ったことはあるが、夜走りは一度もない。若葉マークはもう脱出しているが、さて、どこまで走れるか？どこか行きたいとこ、あるのか？うん、山形の立石寺へ行ってみたいんだ。山形、電動か。東海道周りなら、高速で東京まで約500キロ、そこから400キロ足らず、合計900キロちょい手前ほど。日本海周りなら、新潟まで高速で600キロ、あとは国道伝いでざっと160キロ、合計800キロを少々切る。100キロの差は大きい。行きのコースを日本海周りに決め、帰りは千葉の祖父母のところで盆を過ごすことにする。出発はいつもの通り、午前0時。いつもと違うのは、後に弟がついてくること。自分一人なら使わないが、高速道路は後続車両を確認しやすいのと、一定時間あるいは距離ごとに、休憩を取りやすいから、こういう時は便利だ。また夜中の高速や、1桁、2桁国道には、とてもペースのいいトラックがいる。彼らはプロだから無理なことは絶対しない。その後を最低限度、危険回避できる距離を空けてついていけば、かなり楽に走ることができる。夜走りで一番怖いのは、夜明け前。どんな季節でも、気温がぐんと下がり、睡眠不足で疲労が溜まってきた体から、判断力と行動力を奪っていく。夜明け前、北陸自動車道の境 PA で弟の様子を見ると、奴は豚汁定食を一生懸命食っていた。ダメだったら飯は食えない。まあ大丈夫だろう。
3時頃、予約していた民宿に着いた。弟は割合元気だった。兄としては、弟の成長ぶりが嬉しくもあり、なんとなく褒めてやりたいような、誇らしげな気分だ。天童にはいい温泉がある。俺たちは近くの有名ホテルまで、風呂に入りに行くことにした。兄ちゃん、僕、お腹空いたよ。蕎麦でもやらない？蕎麦か、いいな。こっちの方の蕎麦はうまいもんな。そうして、ちょっと寄り道しようとしていた時だった。一郎さん。背後で優しげな声が聞こえ、振り返ると、20歳ぐらいの清楚な感じの若い女性が、弟の背中に手を伸ばしかけていたところだった。あ、ごめんなさい。人違いでした。慌てたようにその手を引っ込め、恥ずかしそうにうつむくと、彼女は俺たちに背を向け、小走りにかけていった。なぜか、弟はその後ろ姿をじっと見送っている。どうした？別の視線を感じてそっちを見ると、土産物屋のおばさんが目顔で俺たちを呼んでいる。親指を立て、俺たち？と自分の顔を示すと、うんうんとうなずき、手招きをする。あの子はね、この少し先の方の子なんだけど、1年ぐらい前からおかしいのよ。彼女の名はかな子さん。去年の今頃からちょくちょく、うちの弟と同じような背格好の男性に、一郎さん、と呼びかけ、自分の名を、みちこ、と名乗るのだという。親も大変だよ。昔は散々ぐれて暴れ回ってさ。今は、なりは清楚になったけど、見ず知らずの男に声かけまくるんだもの。時々、トラブルもあるしね。まあ、あんたらみたいに短時間で離れたのって、ほんと、珍しいよ。おばさんが話している間中、弟はなぜか少し悲しげだった。夕飯をたらふく食べた後、テレビをぼーっと見ていると、弟が立ち上がった。コンビニでコーラ買ってくる。兄ちゃん、何かいらない？ん、アイス、あったらピ。それとラーク、ま、ルド、ナケアセブン、ター。わかった。うなずいて弟は出て行った。珍しい。いつもなら、タバコはほどほどにしなよとか、何か一言あるはずなのに、今日はどうしたんだ？20分が過ぎた。奴は帰ってこない。コンビニが移転しちまったのか？宿の下駄を突っかけ、表へ出てみると、橋のたもとに弟と女の子の姿があった。なんだか、しんみり話をしている。あれ？もしかして彼女、かな子イコールみちこさん、いつの間に発展してたんだ？これは少々まずいか。でも、奴も17だから、ぼちぼちこういうことは、自分で処理できないとダメだよな。邪魔しないで、様子を見ようか。そこへ中年配の男性が走ってきた。彼女の親父か？こうなると、兄は離れがたい。よくわからんが、頑張れ弟。親父の一匹やそこら、いなせないでどうする。しかし、弟は一方的に何か言われていて、彼女は弟の後ろでうなだれている。ああ、くそ、歯が言ったらしい。でしゃばるまいと思ったが、限界だ。親父は顔を真っ赤にして、弟に文句を垂れていた。いいか、お前みたいなよそ者が、金輪際うちの娘に近づくことは許さん。ちょっと待ってください。俺は声を張り上げた。そのセリフはお返しします。いきなり横から現れた俺に、親父は少したじろいだ。その隙に言葉を続ける。弟は何もしていません。今日だって、彼女の方から弟に声をかけてきたんです。他の人も見ています。変な言いがかりはやめてください。迷惑です。親父が次の言葉を探して、もごもご言っている間に、俺はきっぱり、失礼します。と言い、弟の腕を掴んで、有無を言わさずキビスを返した。弟とかな子イコールみちこさんが、ほぼ同時に、と声を上げたが、聞こえないふりをし、弟を引っ張ってずんずん歩いた。違うんだよ、兄ちゃん。違うんだ。そんなんじゃないんだ。違うんだよ。俺は何も返事をしなかった。宿へ戻った弟は一言も口を聞かなかった。翌朝、午前6時に叩き起こされた。ごめん、兄ちゃん。今日はいっぱい行かなきゃいけないんだ。弟はもうちゃんと出発の支度を済ませている。いいけどな、前の晩に言っといてくれ。7時に朝食が終わると、天気予報さえ見る間もなく出発。俺が料金を精算している間に、弟は宿の人に何か包んだものをもらっていた。今日は僕が先に走る。言葉は静かだが、こういう時の弟に何を言っても無駄。おっとりした外見に似合わず、結構きっぱりしたところがある。先行させてみると、スピードはそんなに出していないが、信号に引っかからないのでその分速い。信号機がないわけじゃない。進行方向、すべて、青、になるのだ。弟が、見える人、としての能力を発揮し始めていた。全然知らない街を、弟は旧知の場所のごとくすいすい走り抜け、気がつくと、山に近く、人家がほとんどないような辺りを走っていた。一体どこへ行く気なのか。そう思った時、弟はウィンカーを出し、俺に停止の合図を送ってよこした。
路肩にバイクを止め、ヘルメットを取った弟は、俺にここで待つようにいい。自分はすぐ先の家に向かって、スタスタ歩いていく。なんだか、人が住んでいなさそうな家だ。セミの声以外は、音もない。車もほとんど通らない。隣の家は遥か彼方。こういう場所にも人は住むんだよな、などとぼんやり考えていると。弟は黙って玄関の戸を引き開け、ごめんくださいとも言わず、そのまま中へ入っていった。え？おい、まさか、本当に無人なのか？お前、何やってんだ？これで、警察でも通りかかられた日にゃ、問答無用で俺ら犯罪者だぞ。ものの5分とかからずに弟が出てきたとき、内心焦りまくっていた俺は胸をなで下ろした。お待たせ、行こうか。唇をきっと引き結んだ弟に、何をしてたか聞いても、きっとこの文では答えるまい。次はどこだ？立石寺だよ、覚悟しててね。どういう意味だ？立石寺は、清和天皇の勅願によって、慈覚大師円仁が開山した寺であり、山寺の別称がある通り、麓から頂上までを含めた全てが寺である。古来から、奇岩解析の霊窟が多数あることで知られ、有名な芭蕉の句、静けさや岩に染み入る蝉の声、は、それらの連続する風景と、音響効果のもたらしたものだと考えられている。一番てっぺん、奥の院まで行く？と、弟は言った。立石寺中道から奥の院までは、1015段の石段を上がる。大したことなさそうな距離のようだが、実際には見客の人でも1時間余りを要する、結構ハードな道だ。観光客がまだ来ていないせいで、人影はまばらだった。もう1時間もすれば混んできて、思うように歩けないんだろうな。そう思いながら、黙って歩く弟の後をついていく。鎌倉末期に創建され、立石寺中道と共に幾多の火災を免れてきたという、山門に到着すると、見覚えのある女性が長細い風呂敷包みを持って、そこに佇んでいた。美智子さん、来たよ。弟がそう声を上げると、彼女は嬉しそうに微笑んで、こちらへ駆け寄ってきた。本当に、来てくださったんですね。だって昨日、約束したでしょう。かなこイコール美智子さんは、眩しそうに弟を見ている。私も、約束は守ります。彼女は風呂敷包みを差し出した。兄ちゃん、ごめん。僕、それを持つわけにはいかないんだ。代わりにもらってくれる？そう言われ、その風呂敷包みを受け取った俺は、それを腰に祝いつけた。じゃあ、行ってきます。よろしくお願いします。頭を下げかけた彼女の体が、ぐらりとかしいだ。慌てて彼女を支えた俺の背に、何か別の重みがぐーんと加わる。一体何なんだ？大丈夫、気を失っただけだよ。すぐ平気に戻るから、門に寄りかからせてあげて。そう言いながら、弟はウエストバッグから、朝に宿でもらった包みを開け、真新しいご飯しゃもじを取り出して、そこに顔を書き込むと、門の左下の地面にそれを置いた。なんだ、それ？ああ、さえの神の代わり。この先、他の人にやたらに入ってこられると、ちょっと困るから、しばらく防いでてもらおうと思って。全く意味がわからない。この人、どうする？と聞くと。大丈夫。ことが済んだら気づくはずだから。と弟は言うが、俺にはなおのこと、意味がわからない。行くよ、兄ちゃん。弟はそう言うと、上を目指して歩き始めた。気を失った彼女のことは気がかりだったが、ともかく弟がそういう以上信じるしかない俺は、その後を追いがいない。軽やかな足取りの弟に比べ、俺は四苦八苦しながら歩を進めていた。昔、一度だけ勃火を経験したが、あれに匹敵するほど体が重い。ごめんね、重いでしょ。弟には、この不可解な重量感の原因がわかっているらしい。今、兄ちゃんの背中には美智子さんがいるから。奴はすまなそうにそう言った。なんだと？俺がなんだって？ちゃんと、話せ。それだけ言うにも息が切れる。くそ。昨夜、僕らが話してたのは。弟が話し始める。美智子さんは、戦死した一郎さんのあの世でのお嫁さんで。でも、一郎さんのご両親は彼の戦死を信じてなくて。毎日彼女に一郎さんの写真を見せながら、息子はいつかきっと帰ってくる。だからお前の仕事はその帰りを待つことだって、言ってたんだって。たとえ相手が魂のないものでも、何十年そんなこと言われ続けたら、気持ち入っちゃうよね。まして人形だもの。そのうちにおじいさんが亡くなって、去年おばあさんも亡くなって、こっちで暮らす人がなくって、家の中のものを処分したらしいんだけど、美智子さんの由来を知ってる人が誰もいなくて、本当なら一郎さんと一緒にここへ来るはずが、一人古道具屋へ売られちゃったんだ。かなこさんは、たまたま波長があったっていうのかな。店先で見かけた美智子さんをつい買って帰って、美智子さんがかなこさんについちゃった。悲しいよね。だから、僕が一郎さんを探してあげるって言ったんだ。その代わり、かなこさんの体を本人に返してあげてって。
正直、俺は呆れ返った。なんて無謀なことを言うやつだ、こいつは。それで、あの家へ、行ったのか。うん、家が見えたから、一郎さんに関わるものが何かあればと思って。で、何かあったのか？とトウト。あった。とうとうとはきっぱりした口調で言った。これで、二人を送ってあげられると思う。って、お前見えるだけだろう？そう。弟には母のような防御、攻撃能力はない。うん。だけど、兄ちゃんがいるから。俺がいたって意味なかろう？見えないし、聞こえないし、感じないのに。そんなことない。兄ちゃんがいると余計な奴らが来ないし、ビジョンがすごくクリアになるんだ。俺は触媒か。だから、一緒ならやれると思う。勝手に当てにするな。そんなこと言わないでよ。油汗を垂らしながら、奥の院に着いた時は、本当にダウン寸前だった。兄ちゃん、お願い。もう一足頑張って。年少に情けない様は見せられない。へばりそうになりながらも、かろうじて見かけを取り繕い、千年以上の浄化が灯るという、予報堂へ足を踏み入れた。空気が冷たい。なんだよ、これ。塔の中央には、金色に光る釈迦像が安置されていたが、その両側の壁には一面、結婚写真や結婚式の絵が飾られていた。それも、まともなものは一つとしてなく、半分写真と継ぎ合わされた絵だったり、両方絵だったりする。結婚前に亡くなった人のために、親があの世で結婚させてやるんだって。中国の既婚みたいなものなのかな。そう言いながら、弟は像の後ろへ歩いていく。俺も後を追った。そこには、10段ぐらいの棚が作ってあり、そのどれもに花嫁人形がびっしりと並べられている。これにはさすがにゾッとした。兄ちゃん、美智子さんを風呂敷から出して、ここへ置いてあげて。俺が持たされていた包みの中身は、花嫁人形だった。それを弟が示す、棚のわずかに空いたスペースに乗せると、さっきまでの重量感が嘘のように消え去った。弟はジャケットの内ポケットから、小さな紙切れのようなものを取り出し、俺が置いた人形に持たせるかのように立てかけた。それはセピア色に変色した、若い男性の写った一枚の写真だった。美智子さん、一郎さんだよ。もう離れなくていいんだ。ふと、人形が虹色いだかに見えた。次の瞬間、その一組はオレンジ色の光を放ち、おきびのように燃え始めた。あっけに取られている俺に、弟が静かに言った。ごめんね兄ちゃん、思い目させて、彼女を運んでもらって。だけど、僕は一郎さんの片白を持っていた。その上、美智子さんの片白を手にしたら、今度は僕に、美智子さんが寄ってしまいかねなかったから。波長が僕と全然違ってて、多少のことじゃ変わらない、兄ちゃんに持ってもらうしかなかったんだ。本当にごめん。ものの1分とかからず、人形と写真は灰になった。俺たちはそれを見届けて手を合わせ、塔の外へ出た。息のあの苦労が嘘のように、楽々と石段を降り、慶派の名作である、二王像の安置された二王門を過ぎた俺たちは、お休み石の向かいそばの茶店で、一休みすることにした。さっさと三門の、冴のしゃもじを取らないといけないのは、わかっていたが、心も体もとても疲れていた。ここで10分やそこら座ったところで、大事ないだろう。そう高をくくってのことだったが、いきなり弟が、ダメだ、限界超えちゃった。眠い。というが早いか、スースー寝息を立て出した。見えるってことは、見ないでいいことまで見てしまい、知ってしまうこと。今回はなんとかいけたものの、この先、辛い思いや悲しい思いをすることもあるだろうな。かわいそうだが、俺はお前に何にもしてやれん。ただ、そういうことがなるべくないように祈るだけ。頼りにならん兄貴ですまん。眠る弟のそばでそう一人ぼち、山形の空を眺めた夏だった。職場の上司の S さんに聞いた話です。S さんのお母さんは重い病気を患い、長い間入院していました。そのうち、意識レベルも落ちて昏睡状態になり、いつ何があってもおかしくない状態になり、担当医からも、覚悟しておいてください。と言われたそうです。S さんは病院のすぐ近くにあるホテルに部屋を取り、いつでも駆けつけられるようにしていました。その夜、S さんは夢を見ました。お母さんを車に乗せて走っているのですが、S さんにはあまり馴染みのない場所だったり、そうかと思うと、親戚の誰々が住んでいる近所だったりするのです。ここをまっすぐだね。そこを右に曲がって、あの角の三つ目だね。と、お母さんが助手席から指示していて、S さんがそれに従って車を走らせます。ここで止まって。お母さんがそう言って停車すると、家やマンションや団地の前なのです。ちょっと待っててね。お母さんはそう言って車を降り、一軒家の前でチャイムを押し、マンションや団地だと、その中に入っていって、しばらくして戻ってくるのです。じゃ、次はあっちの大通りに出てちょうだい。
と、お母さんが言い、またそれに従って車を走らせる、それを何度も繰り返すのです。ねえ、母さん、いつまでこれを続けるんだよ。S さんが言うと、次で最後だからね、と、にっこりと笑います。その笑顔はとても優しげで可愛くて、いい笑顔、だったのだそうです。ここで止めて、そう言って止まったのは、S さんが泊まっているホテルの前でした。あれ、ここは、と S さんが怪訝に思っていると、お母さんは車を降り、ホテルへと歩いていきます。その途中で、お母さんが振り返り、それじゃね、いろいろありがとうね、と、手を振りました。そこで S さんは目が覚めました。それと同時に、病院からお母さんの容態が急変したと、連絡が入ったのです。S さんが急いで駆けつけると、お母さんの意識はなかったのですが、まだ息はありました。そして、S さんが駆けつけて数分後に、息を引き取られたそうです。日が昇る直前のことでした。そして、通夜や告別式に参列した、親戚やお母さんの友達が、夢の中で、お母さんが家に訪ねてきて、楽しく世間話をして帰っていった、と、口を揃えてそう言いました。それはまさに、お母さんが亡くなった朝のことでした。親しい人たちに、最後の挨拶をしたのでしょうか。ただの偶然だとは思うんだけどね。几帳面なお袋だったから、らしいといえばらしいんだけどさ。S さんはそう言って、遠くを見るような目をして笑いました。幼い頃のことで、記憶が曖昧になっているのもあると思うけど、今でもあの光景は忘れらない。見間違いだったとは絶対に思えない。あの時はただわけがわからず、ただただ怖かっただけだけれど、後に、俗に言われる、いわくつき物件、だったことが判明。そして、個人的にちょっと切ない思い出でもあり、書き出したら長くなってしまいました。幼い頃ゆえ不明瞭な部分もありますが、ご了承ください。多分3歳の頃、家が古かったために完全に壊し、同じ土地に再度新築で建て直すことになり、1年か半年くらい、建築作業の間は借家で暮らすことになった。その借家というのは、家を担当する父の友人の大工が、紹介してくれた不動産屋が、聞く限り、超格安で貸してくれたものらしい。祖父、父、母、姉、自分と5人で暮らすには、少々狭くて古めかしい家だったけれど、特別な不自由はなく、狭いながら楽しく暮らしていた。が、家に慣れてくると、大体の構造が分かってきて、外観から見ても、どうやら屋根裏部屋があるらしいことが、外から見える小さな窓からも分かった。家の中からでも、収納式の階段があるのも分かった。しかし、使用された形跡はない。家財道具を借家の中に収め、使っていないものが入った段ボール箱まで、ひしめき合うため、非常に家が狭くなっているのに、なんで屋根裏を使わないのだろう?と疑問に思っていた。そのことを聞くとみんな、あの階段は急だから絶対に使っちゃダメ。屋根裏部屋は掃除してないから行っちゃダメ。と、口を揃えたように言う。そうなると、好奇心旺盛な年頃としては、秘密基地のような感覚で、そこに行ってみたくなる。段ボールを何段か重ね、収納された階段を引っ張り出すための紐を引くと、ギーッと大きな音を立てて階段が降りてくる。折りたたまれていた階段は綺麗なもので、埃なんかは積もっていなかったので、そのままスタスタと登っていき、天窓に手をかけた。開けるにつれて、蜘蛛の巣が張っているのが見えてくる。そして、想像以上に薄暗い。その時点で躊躇してしまったけれど、窓のカーテンでも閉まってるんだろう。それを開ければ明るくなる、と思い、そのまま登り切る。まず目に入ったのは、埃。すごい厚さの埃だった。思わずうわーと声を上げて見回すと、薄暗い部屋の視界に人影が映る。女の子?髪の長い子で、何かぬいぐるみで遊んでいるようだ。本来ならば、この時点でおかしいことこの上ないのだけれど。一時とはいえ慣れた土地を離れ、幼馴染たちとも会っておらず、友達がいなかったので、ぜひとも声をかけたかった。埃が舞い上がらないように、静かにその子に近づいていく。ねえ、なんでこんなところにいるの?なんて声をかけつつ。しかし、彼女は答えない。というよりは、聞こえているけれど、反応しないようにしているような感じ。その子の隣にしゃがむ。同い年くらいというのがわかった。髪の長い子で、ピンクの熊のぬいぐるみの腕を持ち、いろいろなポーズをさせていた。僕この家に住んでるの。どこから来たの?名前は?など声をかけるが、反応がない。こうも無視されるとさすがに、感じ悪ぅ、とか思っていると、彼女がふと顔を上げてこちらを向き、私はめぐみ、って自己紹介をした。ドキッとする。彼女があまりにも可愛かった。一目惚れだったんだろう。多分これが初恋。なぜこんなところにいるのかと聞けば、お父さんに怒られて怖いから隠れている、ということらしい。
それからは、取り留めのない話をしていたと思う。でも、彼女を目の前にすっかり舞い上がったため、自分の話しかしていなかったと思う。それでも、彼女はうなずいたり微笑んだり、1階の居間にある時計が時間を告げた時に、祖父がそろそろ帰ってくると思い、天井裏に行ったのがバレるので、彼女に別れを告げ、また来ることを約束し、そのまま1階に降りて階段をしまう。手を振りながら微笑んだ彼女が忘れられない。思い出なので美化されてる部分もあるだろうけど、出す時は紐を引っ張ればいいのだけれど、戻すには階段を押し上げる必要があり、いくら段ボールを積み重ねても、力がない上に必要な身長もないので、戻すことができなかった。このままでは祖父に怒られると思い、段ボールだけを片付けて紐をしまい、少し落ちていた埃を片付ける。そのすぐ後には祖父が帰ってきたが、階段が勝手に落ちてきたと説明をした。何度もしつこく、上には行ってないかと聞かれたが、彼女と会えなくなるのが怖かったので、嘘をついた。もちろん彼女の話はしない。階段が勝手に落ちてきたというのは危ないので、と頑丈に締められ、引き出すための紐は取り外されてしまう。その後、自分一人の時には、何度も階段を出そうと、試行錯誤を繰り返していたが、それができず、結局は家が完成し、引っ越しする日が迫ってきてしまう。引っ越しの日、自家用車で借家と家の往復を繰り返して、荷物を運んでいる時に、自分一人が家に残ることになった。特に暇を持て余している時、ふと父の釣り竿が目に入る。伸縮自在で、先っちょには糸を通せる枠がついてる。これならばと、その釣り竿を使い、階段の紐を縛る部分に引っ掛けようとする。引っ越しても会いたい。別の場所でも会いたい。どこに住んでるか知りたい。もう一度彼女に会いたい。せめてお別れだけでも言いたい。階段を出したことで怒られるのも構わない。そんな怒られる時のことなんか、頭になかったかもしれない。その一心で重たい釣り竿を操り、階段を引き出すことができた時は、文字通り飛んで跳ねて喜んだ。バタバタと階段を上がり天窓を開ける。カビ臭いのも、ホコリ臭いのも気にならない。彼女はいないのかと、天窓から顔を出して見回す。前の位置には彼女はいなかった。そのまま首を回していき、ちょうど階段を登って、背後に当たる部分に顔を向けた時、何かがある?目の前に何かがあるのが分かった。近すぎて一瞬視点が合わなかったが、すぐにそれが女性の顔だと分かった。距離にして数センチ。顔はパンパンに腫れて青く、充血した目から涙のように。鼻から口から、よくわからない半透明の液体が流れていた。幼いとはいえ、それが人間ではないと直感し、悲鳴を上げることも逃げることもできず、ただただ恐怖に固まる。その女性が愛想笑いのように、ニヤッと微笑むと、私の子に近づかないでね。と、ぼそっとつぶやく。わかったぁ?この、あ、のところで、糸を引いて大きく口が開いた時に、前歯が粘液に包まれたまま抜け落ちるのが見えた。目が覚めた時には、目が覚めた。と叫ぶ姉の声が聞こえてきた。どうやら、あの後階段から滑り落ち、失禁しつつ白目を向いて気絶していたらしい。打ちどころが悪くてこうなったのだと思い、急いで病院に向かうところだったらしい。怪我人を動かさずに救急車、という考えはなかったようだ。その時の話をしても、怖いテレビの見過ぎだとかみんな言っていたけれど、目はみんな、恐怖していたのを見逃してなかった。失禁にしても、階段から落ちてからではなく、階段の天窓のあたりから失禁しており、天井部屋を覗いた時のものであることが、分かっていた。誰一人、天井部屋を覗いたことを咎めることもなく、ただただ、忘れろ、と言われるだけで、誰にも話してはいけない出来事として封印し、ついに、3年前まで、記憶から消えてしまいそうでした。祖父が亡くなり、その後祖父の葬儀にて写真の整理をしていると、借家に引っ越した日の記念写真が出てきた。それで、ふと幼い頃の思い出が蘇ってくる。幼い頃から封印していた記憶なため、あれは夢だったのかもしれないと思ったけれど、その話をすると姉は、やっぱり覚えてたか、という、家族の間でも、誰にも話しちゃいけない話として、みんなが覚えていたようで、父と祖父が本気でお祓いを考えていたことなどを、面白半分に話していた。あの家は、過去に子供が天井部屋で死に、奥さんがその同じ部屋で首を、で死んだ、といういわくつきの家で、一階こそ何もないが、天井部屋は必ず何かしら起こる、と言われる場所だったそうだ。家を建てたばかりということで、できるだけ出費を抑えたかった両親は、何度か1階で泊まったりし、2階以外は全く何もないことを確認し、それを承知で借りたそうだ。めぐみという彼女のことも気になり、借家の時に世話になった不動産屋に行くと、暇だったのか、当時の記事を引っ張り出してくれた。聞かれたら答えなきゃいけないため、そういう記事はスクラップしているそうだ。
それは引っ越す7年ほど前の記事で、4歳になる子が何かいたずらをしたのか。父親に殴られ、そのまま天井部屋に閉じ込められたが、翌朝そろそろいいだろうと様子を見た父親が、死んでいるその子を見つけたというもの。そして、さらにその1年後の記事。その後両親は、家を引き払っているのだが、その約1年後には、母親が天井裏で、首を、で死んでいるのが見つかった。という記事。当時誰も借家にはおらず、発見が遅れ、見つかった時には不乱がひどかったそうです。最重要紙とはいえ、容姿だけで惚れるということはなく、これ以後一度も一目惚れを経験したことがなく、一目惚れしたその子はそんなに可愛かったのか、と思うと残念でなりません。初恋は実らないって言うけど、こらねえべ。ごく親しい友人数人にしか話してないことなんだけどさ、ちと書いてみる。友人らにも一生に付されたけどね。俺ってば結構、っていう経験が多いのね。霊感がどうのとかわかんないけども。そや、真夜中の自室で後ろ向いたら、首のない人が佇んでました。なんてあからさまな経験はないけどね。変だなぁ。って思うようなことはそこそこ体験してきた。そのうちの一つ、今までで一番生きた心地がしなかった時の話。当時、と言っても、もう8年も前の話。俺といえば、昼は仕事、夜は夜間の大学と、我ながらなかなか肉学生してた。そんなもんだから、学校終わったらもう深夜。いつもは翌日の仕事に備えてさっと帰って、そのまま床に着くのだが、その日は土曜日。翌日は休日なものだから、えっちらおっちら、マイペースで自転車こいでたのよね。帰り道、道といっても蝶がつくほどの田舎だから、田んぼのあぜ道の延長みたいな道だけどね。結構、というかかなり不気味なんだよね。想像してもらったらわかるかもしれないけど、草木も眠るうし密度気に、一人だだっ広い田舎道。しかも周りには、マネキンの首などを使ったリアルなカカシが、こちらを凝視してる。まあ、その頃には、とっくに慣れきっていたんだけどね。帰路の途中、いつもなら見向きもしない自販機に、目が止まったのは、珍しく、金銭的にも余裕があったからなのかな。別段喉も渇いてないのに、田舎の人ならわかるだろうけどさ、メジャーなメーカーの自販機じゃなくてね。今で言うと、コーヒーの細長いロング缶あるでしょ？全部がそのサイズの自販機。かなりアナクロナイズなやつだね。当たったらもう一本、なんていうおみくじ付き。切れかかった電灯が発してた。という音がやけに耳に響いてた。田舎の深夜なんて車通りもないから、信じられないくらい静かでさ、やけに小銭を投入する音が響いてた。お金を入れてボタンを押したら、おみくじのランプが、ってなり始める。シーンとしたあたりに、そのチープな電子音がやけに不釣り合いで、当たっても2本も飲めないしな、なんて苦笑しながら、ジュースを取ろうとしたんだけどさ、自販機の切れかかった電灯の、薄暗い明かりくらいしかないから、取り出し口なんてほとんど真っ暗で見えない。ジュースはどこだ？と手探りで取り出し口内をまさぐってたらさ、握られたんだよね、手を。意味わかんないと思うけど、取り出し口の中で手を掴まれたの。ちょうど握手をするような形で、一瞬頭が真っ白になった。間違いなく人の手の感触だった。しかもね、だんだん握る力が強くなってくるのよ。痛いくらいに。そこで我に返って、うわーっと必死に手を振りほどいた。相当強く握られてたのにあっさり手は抜けて、俺は反響欄で自転車に駆け乗って、全力でその場を離れた。混乱してたからはっきりとした記憶はないんだけど、その手の感触と、背中越しに聞いた。という音だけは鮮明に覚えてる。そういえばおみくじなんて、ボタン押して5秒くらいで止まるのに、なぜかずっと。って言ってたな、今考えると。一人暮らしの家に帰るなんてゾッとしたからさ、そのまま友人の家に転がり込んだよ。で、その判断は大正解だった。一人だったら気が狂ってたかもしれない。なぜかって言うとさ、治んないのよ、手が。握手の形のまま、そこだけ金縛りにあったかのように、硬直してるんだよ。友人もただごとではないと思ったらしく、二人で朝まで頭の中で念仏を唱えてたら、夜が明ける頃に、急に何かから解き放たれるように硬直が解けたよ。それからというもの、俺はどんなものにせよ。口、になってるものに、手を突っ込めなくなってしまった。自販機はもちろん、郵便受けやポストなんかでさえ。だってさ、握手、されるでしょ、また。多分、この話には後日談があってね。今から2年前、握手から6年後だね。法事のために田舎に帰省した時ね、あの時から一度も通ったことなかったあの道。
近道に使ってた裏道だったから、幸いにも卒業まで一度も通らずに済んだんだけどね。なんでだろうね。あれほど忘れようと思ってた、トラウマのあの場所に、ちょっと行ってみようか、という気持ちになった。理由はわかんないけどさ、導かれるように、なんて言ったら安っぽくなっちゃうけど、何かあったら嫌だな、と、内心ビクビクしながら車を走らせてたらね、あっけない結末だった。なかったんだよね、その自販機。そりゃそうだよね。あの時ですらかなり古かったのに、あれから6年も経ってるんだから。当然と言っちゃ当然なんだけど、何かさ、数年間にわたる呪縛から解き放たれたみたいで、心底ほっとした。これで完全に忘れられるな、と思ってね。せっかくの帰省なんだから、昔馴染みの連中と飲みに行ったよ。楽しかった。ほんと、ここで話が終わればよかったんだけどね。気分もよく、ほろ酔い加減になった俺は、みんなにこの話を聞いてもらおうと思った。8年前は、思い出すのも言葉にするのも嫌だったから、話せなかったんだけど、多分ね、なんだそうやって、みんなに笑って欲しかったんだろうと思う。それで俺も笑って、この忌まわしい記憶はおしまい。そうなって欲しかった。そうなるはずだった。つらつらと話してる途中でさ、友人の一人が、ちょっと待った。と、話の腰を折った。何？と俺が聞いて帰ってきた言葉は、俺の酔いを完全に冷めさせた。聞かなきゃよかった。話さなきゃよかった。なんで話してしまったんだろう。なんで、そいつが言うに、あの道にそんな自販機なんか見たことない。他の4人も同様に口を合わせる。おかしいぞ、おい、ケイ。お前はあの時、朝まで念仏を唱えてくれたじゃないか。俺はそっと押しそうになった。あの時止めてくれた友人のケイまで、そんな自販機知らないという。あの夜のことも覚えていなかった。どう言ったらいいかわからないんだけどね。俺、だんだんとこの時の記憶が、なくなっていってることに気づいたんだよね。なんていうかさ、夢って目が覚めた瞬間は覚えてるけど、その記憶を持続させようとしても、嘘のように消えていっちゃうでしょ？夢の記憶って、ちょうどそんな感じでさ、俺本当は、あの時の自販機で何を買ったかとか、あの時の学校の授業は何だったとか、はっきり覚えてた。でもほんと、嘘みたいに記憶から抜けていった。忘れたくても忘れられるようなことじゃないのに、今ではもう、先に書いたことくらいしか記憶に残ってない。何かの意思というか、そういうものを感じるんだよね、これ。俺さ、変な予感があるんだけどさ、完全に俺の中からこの記憶がなくなった時、普通にまた何かの、口、に手を入れて、またされるんじゃないかと思う。握手、お、以上です。長文失礼しました。もっと細部まで書こうとしたのに、驚くほど記憶が消えてて怖いです。ちなみに健忘性などではございませんので、このことだけなんです。こんなのは、一つ、とても大事なことを書き忘れたので、書いておきます。っていうか、忘れてたというのが怖いです。絶対にこれだけは忘れちゃいけないのに、あの時、恐ろしく強く手を握られていたのに、あっさり抜けたのは、私が持ってるお守りのおかげだと、今では思っているんです。お守りといっても、その方面に強かった祖母、個人、の力と、髪の毛が一本入ってるお手製のものなんですが、田舎には物の毛が多いから、と、祖母が生前に親戚筋へ配ったとか、それは我が家にももちろんあり、私は交通安全くらいにはなるかなと、常時携帯してたのです。祖母が守ってくれたんだなと、今では確信してます。多分これがなかったら、話してもらえなかったと思う、でお、記憶が消えてってるのは、このお守りの存在を、忘れさせようとしてるのではないか。あの日から常に肌身離さず携帯してるお守り、絶対このことを書こうとしてたのに、なぜか忘れてた。このお守りのことまで忘れてしまったら、多分おしまいだと思う。次は話してくれないと思う。ついこの間の話、夏だし心霊スポットにでも行くか、とか仲間内で盛り上がってた。でもいい感じに怖いスポットがない。近くに心霊サイトとか、テレビでも取り上げられるスポットがあるんだけど、地元では、そこは何もない噂だけの場所ってのは知れ渡ってて、大して怖くもない。ちょっと車で行けば、白丸々園ってとこがあるらしいのだけど、場所がわからん。行く場所が決まらないけど、盛り上がってたので、とにかくどっか行きたかった。そこで俺はある場所を思い出した。昔、4から5歳の頃住んでた家、かなり広い家っつうか屋敷で、今現在はボロボロの廃屋。なんでも大昔はその場所、首切り場だったらしい。そんな首切り場だった場所にある、大きな廃屋があるよって言ったら、みんな大はしゃぎ。目的地はそこに決定。みんなは面白いかもしれないが、俺はガキの頃とはいえ昔住んでた場所、大して怖くないだろうと。
別に住んでて何も怖いもんなかったし、午前2時頃に到着。いざついてみると、甘かった、めちゃくちゃ怖い。立地的にはあんまり怖くない。町からは少し離れて山の方に位置するけど、住宅がポツポツあるし、自転車走らせれば、余裕で行けるところにコンビニもある。でも怖い。この屋敷、2階建てなんだけど、実質居住スペースとして貸し出されてたのは、1階部分のみ。2階へは外付けの階段からしか行けない。2階は俺が住んでた頃から、すでにボロッボロの廃墟だった。ガキの頃の俺のいい遊び場だった。友達と秘密基地にしたり、じゃあまず1階からってことになり、突入。ボロボロだった。俺が住んでた頃と何もかもが違った。そのギャップのせいか、かなり怖かった。真っ暗だったし。でも、みんなでワクワクしながら探索した。ここ行くと風呂とか、ここ便所はボットンなんだよ、とか話しながら。ボットン便所の中を、なんか出てきたらどうする、とか言って、恐る恐る覗き込んでみたり、でも何も出てこなくてがっかりしたり。で、さらに探索。何も出てこない。一通り回ってから、2階行くかってことで戻り出したんだよ。あんま怖くねえなー、とか話してたら、突然。2階からの音だった。今まで何もなかったのに、突然変な音が鳴ったせいで。何？え？何の音？やばいやばい。とかみんなして言い出して、だらけた雰囲気が一転パニックに。でもみんな悪乗りして、盛り上がってきたじゃん、と意気揚々と2階に行ったのさ。俺は変な音が1回鳴っただけなのに、内心、やばいなぁ、シャレにならんぞー。とか、ビビりまくりだったけど、みんなハイテンション。そのうち感化されて俺も、怖さとワクワクが混ざったような、感情になってしまって、いざ2階へ。さっきの音のせいで、みんなかなり慎重になったのだが、あんま意味なかった。音がするんだよー。音っつうか声っつうか、どっちつかずの音が。ああ。って2階をちょっと進んだくらいから、ずっと聞こえて、普通ならここで、うわあ。って逃げるだろ？ところが俺ら逃げなかった。確かに、おい、ちょっと待てよ。やばいやばい。これまずいって。って感じになったんだけど、そこは悪乗りしたバカ男5人。もうシャレにならんくらい怖かったが、無理にテンション上げて先に進んだよ。進んでる最中も音は聞こえる。でもみんなで、いい感じになってきたなぁ、と話しながらごまかして進んだ。いい感じでもなんでもなく、やばい状況だったわけだが、突然、あーあと霊の音が大きくなったのさ。みんなびく、と立ち止まりしばし硬直。男同士だってのに密着して、誰か逃げたら、もうみんな一目散に逃げ出すような状況。そんな緊迫した雰囲気で。と一回で聞いた音がすぐそこで、みんな一斉にそっちの方見たんだよ。そしたらバスケットボールが転がってくるんだよ。みんな何も言えずに固まってしまい、転がってくるボールを凝視してた。もう頭ん中本当にパニック状態で、やばい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 。としか考えてなかった。それでやめときゃよかったのに、一人がボール手に取ったんだよ。バカ、何やってんだよ。とみんな叫んださ、やめろって、と。で、ボール持ったやつが、本当にガクガクブルブルしだして、おい？って言ったらさ、ボールこっちに差し出して、これ、空気入ってない、ベコンベコン。って泣きながら、見たら本当に潰れてて、ぐにゃぐにゃ。さっきまでゴロゴロ音出して、転がってたのに、もう無理だった。本当無理だった。今度こそ、うわぁ、とみんな走って逃げた。うわ、うわ、ひやぁ。って半泣きで逃げたよ。あーあとか聞こえてたせいで、みんな注意してなかったけど、結構奥まで来てたらしく、戻るのにちょっと時間かかった。戻ってる間に、前で逃げてるやつと後ろの俺との差が結構開いてた。2メートルくらいだったと思うけど、密着してた状態から、こんな怖い思いして離れたら遠いよ。俺の後ろにまだ一人いたけど、もちろんまだあーあーは聞こえてたよ。怖かった。車をちょっと離れた位置に駐車してて、屋敷から出ても全力で車まで走った。車について、パニクりながらも全員いるのを確認して、急いで発進した。相当慌ててたんだろうな、車出して左折しちゃったんだよ、早く出ようとして。戻るには右折しなきゃなんないのに、さらに山の方に行っちゃったのさ。みんな落ち着くまで、車の中は荒い呼吸の音と音楽しかしてなかった。運転してるやつもみんなも、逆だってこと気づいてたけど、言う余裕なんかなかった。だいぶん車進めた後にみんな落ち着いてきて、逆だから戻るかって話になった。でも全員一致であそこまた通るのは嫌だと。かなり遠回りになるけど、このまま山越えてから別の道で、と。そしたら、アホか、暗い長いトンネルが。ウェイマジかよ、あんなことがあった後なのに、こんなトンネル通るのかよ。
多分みんなそんな気持ちだったと思う。でも、通るしかない。戻るよりかなりマシだと。トンネル入って、トンネル通ってる最中にあれですよ。ああ。落ち着いてきてたのに、まだ終わってないのですよ。とっさに音楽大音量にしたけど、普通にああ聞こえる。もうやめてくれ。ってみんな本気で泣き出して、トンネル抜けてもまだ聞こえる。事故かなんかにあって、みんな死んじまうんじゃないか、って本気で考えてた。運が良かったのか、運転手が優秀だったのか、なんとか大通りに出て車の流れも確認できた。ほっとしたよ。普通に車が走ってただけなのに、なんか日常見てる景色がすごく頼もしく見えたよ、本当。音はいつの間にか消えてた。とりあえず他の人に会いたくて、みんなでコンビニ行った。店員の顔見てボロボロ涙出てきたよ。店員、うん？って顔してたけど、その後店員にお願いして、駐車場に朝までいさせてもらった。そっからすぐにでかい神社行って、事情説明してお払いしてもらった。お金は全く取られなかったけど、すげえ怒られた。怒られたけどなんか嬉しかった。これがつい5日前の土曜の話。あれから何にも起きてないけど、まだなんかあるんじゃねえかとビクビクしてます。まさか昔住んでた家が本物の心霊スポットで、里帰りのつもりで行ったら、こんな目に遭うとは思わんかった。軽い気持ちで行くものじゃないよ。もう二度と廃墟とか心霊スポットとか行きたくない。この出来事は30年ぐらい前に、私のおじさんが体験した話です。おじさん、異母主人、の妻が、いよいよ子供を出産する日が近づいてきていた。初めての出産を1週間後に控えていたのだ。その日、妻は朝からなんとなく体調が悪かったらしい。体のことを気遣い、その日は早い時間帯に寝た。その真夜中、午前4時過ぎに家の電話が突然鳴った。主人が、誰だこんな時間に、非常識なやつだ。と言いつつ電話に出たらしい。もしもし、もしもし、聞こえてますか？無言だ。その電話の奥では、という音が聞こえたという。主人は、いたずら電話だな、と思い込み、こちらも黙ってみることにした。主人が無言になってから、1分ぐらいした頃だろうか。相手が何かを言っている。さ、主人は、とうとうしびれを切らしたな、と思い、さらに黙っていることにした。それから30秒後、再び声が聞こえた。さ、いで。何を言ってるかうまく聞き取れないが、今度も声が聞こえた。それから、20秒後また声が聞こえた。僕、さないで。ふと、主人は気づいた。電話から聞こえている声が、子供の声であるということに。主人は恐怖心に包まれた。こんな時間に子供が？次の瞬間、声がのぶとくスローがかかったような声で。その声聞いて、主人は思わず電話をガチャンと切った。はは、はは。主人は息切れしていた。いたずらにしては手が込んで、と思いながらも、冷静さを取り戻そうと、水を飲みに台所に行こうと後ろを振り向いた瞬間、子供がいた。5から9歳ぐらいに見える、子供の姿だったらしいのだが、髪が顔全体を覆い隠していたので、顔が見えなかったらしい。主人は驚いて腰を抜かし、後ろに倒れ込んでしまった。声を出そうにも、声が恐怖に包まれて出ない。目には涙が溜まっている。その子供は、だんだん主人に近づいてくる。主人はなんとか手で後ろに後ずさるも、その子供はどんどん近づいてくる。そして、主人の目の前まで来てしまった。子供はぬっと主人の顔の寸前まで来て、自分の顔を近づけてきた。その瞬間、突風が吹いたように、子供の髪が一気に後ろの方に流れた。主人は見てしまった。その子供が、この世のものとは思えないような顔をしているのを、そして聞いてしまった。僕の心じゃないで。というのぶといスローがかかった声を、主人は悲鳴を上げて、妻を起こした。さっきの場所に連れてくるも、子供の姿はどこにもなかった。警察にも電話をし、来てもらったらしい。それからは何も起こらなかった。1週間後、妻が出産を迎えた。赤ん坊の出産を終えた妻のもとに、主人は付き添いでいた。赤ん坊は未熟児だったので、医師たちが別室に連れて行ったという。部屋がノックされてドアが開いた。ご主人、ちょっといいですか？そう言われた主人は、妻の手を撫でてから部屋を出た。そして、医者から赤ん坊について言われた。非常に申し上げにくいのですが、あなたのお子さんは未熟児ではありません。危険児です。主人はひどくショックを受けた。まだ、生きてはいるんですが。などといろいろ聞かされた後。もし、このまま、この赤ちゃんが順調に育ったとしても、世間では。と言われ、主人はやむなく、安楽死を承諾した。その前に、
一目でもいいので、我が子を見せてもらえないでしょうか？と、医者は難しい顔をしていたが、あまりの主人の頼みに医者は承諾した。主人は別室に案内された。我が子が入っている、ケースらしきものがあった。そして、ケースの中を見た瞬間、背筋に恐怖がよぎった。顔全体に黒い毛がびっしりと生えていたのだ。まるで、一週間前に見た子供と同じように、あの時、見た子供はもしかして、そう思いながら部屋を出ようとした瞬間、あの声が聞こえたという。おー、ぐー、おー。以上が、私のおじさんが実際に体験した話です。当時は医療技術がまだ未発達だったので、出産まで危険時かどうかは、わからなかったみたいです。最後に部屋を出る時に、子供の声が聞こえたらしいのですが、おじさんだけにしか聞こえなかったようです。それから2年後、再び子供を授かりました。それからは、何事もなく平穏無事に過ごしています。唯一体験した、怖い出来事だったらしいです。話は以上となります。コメントをしていただけると、動画制作の励みになります。チャンネル登録と高評価もお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。